Amazing grace, how sweet the sound. あ、変わった、気持ちいい。はい、行きます。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。あ、こんばんは。あ、入ってなかった、すいません、ニートシンが、ね、全然入ってなかったってことで申し訳ない、すいません。おい、はい、いや、ニートシンは悪くない、俺が悪かった、申し訳ない、すいません。はい、はい、というわけで今週もやってまいりました、木曜日キコナチャンネル森口店、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、なんか元気ですね、今日も。風邪ひいてるんで、はい、もう今日これで終わっていいですか。え、何言ってるんですか。何、あなたの番組ですよ。何舐めたこと言ってるんですか。あなたが暴走してないですからね。そうそう、全然今日はピクリとも動いてない。微動だにしない店長みたいな感じ。ジュルジュルですからね。いやー、マジでちょっと厳しい感じですか。うん、はい、そうですね。うん、うん、ということでね。はい、はい、あ、こんばんは、こんばんはということでね。こんばんは。こんばんは。皆さんありがとうございます。はい、和骨でしたっけ。ああ、和骨です、ね。あ、和骨、はい、和骨ってことでね。急に思い出したかのようにね。、はい、じゃあというわけでね、今週も頑張ってミッションクリア目指して頑張ってやっていただきたいなというふうに思うんですけれども。嫌です。はい、じゃあ終了ということでお疲れ様でした。ありがとうございました。最初、はい、明日も見てね。明日も見てねってどういうことで。はい、明日はなんかサイトですね。はい、空調早よ直してって言われてますよ、本当に。森口店さん、空調ですか。はい、空調のね、ここ行って喉壊したって言われてますよ。すいません、はい、どうもすいません。僕もそれですかね。あ、可能性はありますね。僕もそうなんですよ。いや、本当マジ風邪じゃないですか、店長。はい、はい、そうなんです。まあ、なんかね、ちょっと空調が熱いとか、煙の、あの、タバコの煙が匂うとかね、いうご意見をね、何回か、あの、森口店のご意見としていただいてるんですけども。そうなんですよ、はい、もううちの開発動かないんすよ。リアルすぎますね。まあ、すいません。リアルすぎます。すいません。ダメです。すぐ、はい、はい、はい、ご要望として受け止まりましたからね。あげますんで、すいません。はい、頑張っていきたいと思います。ヒヤッとしました、今。あ、開発動かないんだ、みたいな。ダメです。いやいや、嘘です。はい、はい、で、嘘で、冗談です。はい、というわけで、今週はですね、なんと前々回、違う、第1回か、第1回の、はい、あの、さんさんたる結果のリベンジをさせてくださいとね、店長が自ら、あの、あ、そうですね、はい、言ったということで、はい、今週はなんとルパン三世、消されたルパン。え、セイントセイヤじゃなくてですか。あ、セイントセイヤはあれ、第、あれ、テスト放送じゃなかった。あ、テスト放送ですね。はい、ですよね、俺間違ったのかと思った。合ってる、合ってる、合ってる。はい、グランドルパンの要望が多かったんでね。そうそうそう、はい、ルパン三世、消されたルパンのリベンジということで、はい、はい、覚えてますか、第1回どんな感じだったか。全然覚えてないです。3回転で当たって、はい、12連違うよ、違う、あんたすごいよ、本当。この人ね、金保留か、余裕で殺しましたからね。ありましたね、はい、金保留クラッシャーの名を欲しいままにした、ありました、第1回ね、感じですから。もう平和と相性のいい僕が最後当てて終わったってやつですね。いや、もう本当にね、都合のいいことばっかりみんな言ってますけどね。覚えてますか、当たらなすぎて1時間半延長したんですよ、第1回目から。あ、そうですね、はい、で、次の日風邪ひいたっていう。そうそうそう、はい、ボロボロになったっていうね、はい、そうですね、松浦の喉を破壊した配信となったんですけども。今回はリベンジということで、はい、はいはい、お願いしますね。はい、はい、ミッションちょっとも、改めて見ていきましょう。ミッション今日はリベンジなんで、はい、同じミッション用意させていただきました。同じですか、はい、同じですか。全回転リーチを出す、初代リーチ演出を出す、プレミアム、はい、エンディング20連、うんうん、ね、で、まあ、それ多分どうせできないでしょ、この人たち。なので、うん、一発芸でコメント欄を沸かす。お、最後に超プレミア、ウェスカーが登場し、確変大当たりを引く。またその、はい、ミッションがあるわけですね、はい、ウェスカー登場するだけだったらね、あの人ね、見てたらね、ちょっとね、来い来いって言ったら本当に来ちゃう可能性があるんで。そうですね、まあ、来るだけじゃ面白くないということで、来ていただいて。今どこいるんでしょうね。いや、どこいるんですか今。そうですね、加古川のエンペラーあたりにいるんですか。あ、加古川、じゃあ豊岡のエンペラーあたりにいるかもしれないですけどね。まあ行く言ってましたからね、はい、今週末言ってましたからね、はい、多分ね、お楽しみ中だと思うんですけども、はい、まあ、ウェスカーが登場して確変大当たりを引く。はい、はい、こうす、もうこれであればクリーンションクリアと、はい、なってますんで。クリーンションって何ですか。すいません、噛んだの。クリーンション、噛んだの、はい、はい、ということでね、逃さないです、ね、自分だって噛むじゃん。自分だって噛むでしょ。人のことばっかりやる。クリーンションということで、もういろいろさ、本当に。というわけでね、はい、あやらないから。もうというわけで、はい、もう何言ってるか分かんなくなったんだから、はい、ミッションクリア目指して、はい、頑張っていただくということで、はい、はい、前回の罰ゲームまだ残ってますんでね、今回ミッション達成できないと
店長辻元のおかん来店企画を実施していただくということになりますんで、はい、はい、お願いします、ね、おかん喜んでましたよ、それだったら。なんでですか、罰ゲームなってないじゃん、それ。喜んでるんですか。はい、あげたがりですね。行くわ、大勢の人の前行けんの言うて喜んでました、ね、あ、サインするわみたいな。そうですね。じゃあちょっと罰ゲーム変更ですね、この、はい、まあ今日はね、はい、そういうことでお送りしていきたいと思いますので、はい、はい、グランドオープンおめでとうございますって言ってる人がいますよ。ありがとうございます。あ、おめでとう、ありがとうございます。聞こんのは過去側のことですよね、これね、もちろんね。そうですね、はい、はい、ということでね、グランドオープンしましたね、はい、まあいろいろ、はい、諸事情はたくさんあるんですけどもね、はい、はい、今週も頑張って打っていきたいと思いますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。明日も来てください。はい、よろしくお願いいたします。では明日もよろしくお願いします。え、いや明日じゃない、今から、今から、はい、早速聞いてますか、人の話。人の話聞いてますか、大丈夫ですか。はい、すみません、ちょっと体調が悪いんで。流れっていうものがあるんで、はい、はい、じゃあ早速ですけどもね、はい、台の方に座っていただいてよろしくお願いいたします。おジオンですか。あ、ジオン、ジオンじゃないよ。ジオンじゃないよ。はい、ルパンですね、はい、T シャツくださいって言われてますよ、本当に。あ、これじゃあ500円でどうですか。いや、微妙、安いけど安いけどただではないみたいな。はい、はい、じゃあ俺前こっちでなんかダダハマりしてたから、僕俺こっちじゃん。そうなんですか。そうなんです。変えるんですか、今日は。太一一、まあ別にいいですけど、変えてもたまには。はい、じゃあそうですね、はい、変えましょうか。たまには、たまにはね、たまにはね、やっぱり。え、マジで変えます、明日行きますわって言ってる。ほらほら、間に受けちゃった人って。俺も知らないですよ、本当に。冗談通じないんだから、お客さんは。本当に、あ、やばいって。大阪人じゃないですからね。ねえ、全然誰も声かけてこないですよ。その T シャツ本当に欲しい、500円で売ってくれるのって言ってますよ、本当に。お前ですか。マジですか。はい、僕のポケットマネーにしていいんですか、ね。あ、今ちょっと小銭稼ごうと。今ちょっと、キラーンって、はい、キラーンってなってますね、今ね。はい、いやーもう、はい、いやもううちほんとね、はい、早くはもうクリーンションやりましょう。クリーンション、はい、いきますよ。うるさいよ、クリーンション、クリーンションって。うかつく、ほんと。もう行っていいですか、もう行って。はい、いいですよ。じゃあ、あ、一応最後ね、本日も行っていいんすか。え、もう行っていいんすか。ちょっと待ってって何何焦ってん。はい、キコーナチャンネル、はい、木曜森口店パチンコミッション、はい、爆走店、え、爆走ルート69、はい、パチンコ CR パチンコルパン三世、はい、ボロボロだもう、消されたルパン、今日ボロボロっすね。はい、うるさい、していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは試打開始スタート。もう行っていいんすか。はい、いいですよ。行っていいんすか。はい、いいですよ。大丈夫ですか。はい、僕どこ行ったらいいんすか。何何早く打てよみたいな言われるんやな、これ。早く、でも早く、早くクリーンション、はい、クリーンション、はい、クリーンション行きます。絶対流行らさないからな、それ。絶対流行らさない。もう今年も残りわずかですけど、ボリュームちょっと下げてもらっていいですか。あのレバー、レバーじゃない、ボタン、十字キーで下げれるんで。十字キーで、はい、いやこれでも最初のちょっとフリーズ、フリーズというか、はい、停止、デモ画面で、はい、デモ画面で十字キーで下げてください。当たりそう。はい、お前、やばいやばいやばい、もう当たるんじゃん。今週も、お、回ってるもん。いきなり回ってます。1回転で回ってます。回ってる、ま、はい、回ってる。当たりますか。あ、分かんないっす。え、十字キーでメニューを選んでくれ。あ、うるさ。これほんまうるさいっすね。これほんまうるさいっすわ。何を取ってんねん、これな。終わるんかい、ほんまにこれ。何これ。これどうやって、クリーンションしてくださいとか。あ、そうそうそう、それです、それです。いや、どうやったん、どうやったん、どうやったん。十字キーでメニューを選んでくれ。何何何。あ、経験値2倍。そう、ポチッと押したらダメなんですよ。じゃなくて、はい、経験値2倍、決定ボタン、決定ボタン、はい、で、はい、あの十字キーだけ押してください。下がらないんですよ、これ。あれ、デモ画面じゃないと下がらない。あ、そうそう、あ、はい、焦るなってやつですね、はい、そういうことです。はい、ちょ、マックスやん。下げるんだって。下げるんだって。え、もう行っていいんですか、これ。はい、行っていいですか。いいですか。大丈夫ですよ。え、これ、これで大丈夫。僕どこ行ったらいいですか。なんで、ちょっと軽く打ち合わせしよう。ちょっと待って、本当に分かんないから。あまりにも本当に分かんないから。ごめんなさい、ちょっと自由で、はい、すいません、はい、いや、それ鶴見みたいになってるから。それやばいっすね。はい、でもディープとかしないですよ、今日は。あ、大丈夫ですか。ベロ、はい、ベロは入れないということでね。ベロは入れないですよ。了解です。はい、はい、まあ、くれぐれもね、ベロ出し、ベロ入れだけはなくてお願いしますね。ほんま、はい、ほんま体調悪いですよ。いや、大丈夫ですか。2人ともゲホゲホ言ってますけど。そうなんですよ、昨日、はい、神戸イルミナージュ行ってきたんですよ。神戸イルミナージュ、はい、はい、体調悪いのに行かされて、はい、で、もう極寒の中か2時間歩き回されて。ああ、なるほどね、はい、人混みの中をね。いいですね、いいですね、そういうとこ行けてよかったですね。あ、はい、そうですね、よかったですね。ほんま羨ましい限りですよ。昨日や、皆さん休みでね、ね、店長。
ニート主任は昨日は、昨日は僕ちょっと特殊任務がありまして。何ですか特殊任務。いやもうちょっとそれは公開できないんですけど、はい、ある使命を帯び、はい、ちょっと潜入捜査してたんですけど。潜入捜査、はい、もうめっちゃかっこいいじゃないですか。ライバル店。いやいや、その、まあ、何も言えないんですけど。あ、そうなんですか。そうなんですよ。何なんですか、ね、気になりますね、そう言われると。いやもうスパイですか。スパイですね。もうちょっとほんまにコソコソ。何店にスパイいたんですか。それは言えないですよ。あ、でも本当にあれですか、ちょっと視察というか調査というか。いや、そうですね、まあ、そういうことですね。そういうやつですね、そうですね。それはあれですか、はい、ちゃんと一応お仕事として行く、まあ、プライベートも兼ねてみたいな、まあ、いうところになるんですか。まあ、だからそういうのも兼ねた。あ、なるほど。ミッションやったらしいですね。仕事兼プライベート兼みたいな。そうなんですよ。本当ありがとうございます。昨日で歯切れの悪さは何なんですか。ありがとうございます。昨日で僕の喉はイカれましたよ。ああ、それで、はい、やばかったと。ちょっとすみません、コメントをねたくさんいただいてるんで、はい、ちょっとザザーって読んでいきまして、ね、申し訳ないですね、はい、最初からたくさんいただいてますんでね、はい、本当にね、はい、松浦早く読めとかまた書いてるんですよ。そうなんですよ、怒られたね、俺心弱いんですぐね読み込むんでね、読んでいきますね。全部読んでてください、はい、煙が溜まりすぎて白く曇ってる店内がって言われてますよ。すいません、はい、開発がまず動かないですよ。わらわらわら、ルパンルパンって1回目いろんな意味で事故じゃないかって、ウェスカークルーって言われてますね。はい、上から4番目が一番難易度高いねって、これ何ですか。あ、上から4番目ってあれか、ミッションですね。ああ、ミッションの、はい、ミッションの上から4番目ということで、一発芸でコメント欄を沸かすが、まあ、お前らには無理でしょということね、コメントで言われております。言われてんぞ、はい、ウェスカーが一番楽だなって言われてますね。なんすか。言われてんぞ、ウェスカーが来て各編引くミッションが一番簡単なんじゃないのっていうふうに言われてますけどね。ウェスカーでもあれですからね、はい、今日でも、はい、ほんま鶴見とかその辺おるんじゃないですか。あ、そうなんですか。はい、貴重な鶴見店に出没した可能性がある。知らん。そういえば、キコ鶴見行ってきた、今日も勝てたおって言われてますね。おめでとうございます。おめでとうございます。なんで来てくれへんのかな、こいつらのスキル的に一発芸のハードル高そう。分かってますね、その通りですよ。本当にウェスカーと年越しの予定聞かなくっちゃって言われてます。あー、これエンペラー城ですね、多分ね。あー、そうですね、はい、ここ店長変わったんだよね、確かということで。ルート69店長はいつから店長ここの、10月1日ですね、正式には。じゃあまだあと今まだ2ヶ月、今はい2ヶ月もう3ヶ月経つかなってところですね。3ヶ月ぐらいということで、はい、なるほどね。まだまだ、そうなんですよ、森口店店長としては。そうなんですよ、赴任したばかりと。主任となんかあんま変わんないんですよ。あ、そうなんですか。立ち位置が、あ、横ニート主任がいるけど、ニート主任も暴走店長もそんなに変わらないと。何がすか。え、もう全然聞いてへんやん。ずっとこっち見てたんで僕。もうちょっと集中しよう、はい、撮影に。あ、放送、うん、放送だよこれ、分かってるこれ。どうも、はじめまして、主任の東です。何の自己紹介。意味が分かんないでね、はい、読みますね。はい、はい、どうぞ。罰ゲームの意味、わらわらってやって。T シャツください、自由すぎる。電光掲示板の向き的には近くにできたあの店、え、何すかそれ。何ですか、ちょっと待って、何すか。ちょっと待って、電光掲示板の向き的には近くにできたあの店なんだよなーって言ってます。何のことか全然よくわかんないですよね。吉牛のことです、はい、あ、そうですね、吉野家のことだと思う、はい、え、マジで買います、明日行きますわ。その T シャツ本当に欲しい、500円で売ってくれるの。およ、服飾フラグってもね、言われてますね。マジですか、はい、土曜日行ってくる、売ってくれなかったら警察呼ぶ。あー怖い、本当に怖い、マジでシャレ通じないからね、お客さんに。本当にね、勘弁してあげても。ほんま大阪人じゃないっすね、その人は。その店、うちから2時間で行けるでって言われて。遠いっすね、2時間微妙に遠いね。2時間って関西圏結構どこでも行ける距離の2時間あったらね。そうっすね、はい、お金出したら抱かせてくれるのって、こうホモ湧いてますねこれね。はい、ホモら辺はなんかちょっと怪しいところありますね。鶴見っぽい匂いはちょっとしますけどね、はい、可愛い男2人頑張れって言われますね。木村ってやつですね。ああ、なんですかね、木村か。いや、あ、木村さんはやられる餌食になる方だからね。あ、そうなんですか、はい、おー、いきなり疑似さんまで行ってますね、熱い。いや、知らん。冷た、撮影用に釘開けるんやろな。冷た、釘とかよくわかんないこと聞かないでください、ね、そうですね、はい、あかん、大谷履歴ひどいのは出てなさすぎて。そうですか、そうですか。え、なんですか、まあまあね、大谷淳が何て言ったんですか。大谷淳ね、大仁田淳は、引退してもすぐ復帰しすぎというね、コメントいただいて。そうですね、はい、すごいな、ダイレクトにそんなん打ってくる人いる。土曜日その T シャツ買いに行かないとな。あ、もう完全に皆さん買いに来る感じですね。あ、マジですか、マジですか、はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、ドンキーとちょっと契約して置いてもらおうかな。ちょっとリアルでなんか。あ、ちょっとありそうです。そうですね、ほんまに収入生まれそうですね。ドンキー森口店第2支店ね。そうですね、はい、限定商品みたいな感じでね、はい、いいですねそれ。やばいですねそれね。クリーンションしてくださいって本当に言うなっつでね。クリーンション行きましょう。クリーンションクリーンション、はい。
オカルトとかエーテって言われてますね。オカルトはね、昨日の鶴見の話だから。あ、昨日何やっとったんですか。昨日はですね、笑うセールスマン、パチスロ笑うセールスマン2を打ちながら都市伝説を語るということで、はいはい、ディズニーランドのジェットコースターのところに泊まって、となかなか泊まる経験ないけど、泊まるとすごいお札が貼っちゃって怖かったよとかですね。そんな、何言ってんの、わかんないです、まあ、怖い話のような都市伝説のような話を、はい、で俺が悪いみたいな、違う、企画出したの企画出したの向こうのあのノリノリって、あ、じゃあ、はい、オカルト店長だからね俺が考えて俺がこけたみたいな、オカルトね、なってるから、オカルト、はい、都市伝説ですか、違いますからね。あ、違うんすか。いや、都市伝説ね、はい、俺が悪かったわけじゃないですよ、俺の責任ではないってこと。鴨川に彼女と行ったら別れるみたいな、そんな感じのやつですね。そのノリ、そのノリ、そのノリ、ヘップの観覧車乗ると別れる。ああ、そのノリ、そのノリ、そのノリですね。あ、そ、この方がクオリティ高いな、この二人にやらせた方が。え、いやいや、なんか焦って T シャツ買いにこの店に邪魔しに行くからな、誰に声かければいいですかって。もう完全にこれもうあれですね、現地取ったからな的なレベル。そうですね、やばいですねこれ。まあでも邪魔しに来るんやったら、はい、まあ、邪魔するんやったら変えて。ああ、大阪のね、吉本新喜劇の約束のねパターンですけどもね、はい、先行き不安だなって言われてますよ。おい、グダグダって言われてますよ、ね、はい、そうすか。いや、やばい、土曜日 T シャツ買いに行くべ、本当に言ってくれやって言われてますね。グダグダになるとウェスカー来るよって言われてますね。そうなんすよ、ウェスカーですね、多分救済処置ですからね、あれ。ああ、そうですね、はい、救済処置です。なんか本当にね、こう煮詰まってくると出てくるっていうね今も多分放送見てるでしょうね。ああ、可能性は高いですね。そうですね、エッペラーで多分ね、ほんま寂しがりですからね、はい、LTE のスマホかなんかで、ね、多分見てるんでしょうね、はい、今日釘開いてたねって何の話かよくわかんない。123さんも海の釘は良かったって、もうだからね、123って何ですか。123って何ですか。何なんですかね。何なんですか。123って何なんですか。これなんかいいんじゃないですか。これよくわかんないですけどね。ね、あのね、はい、郷ひろみのやつですよね。郷ひろみが何だって。え、郷ひろみの何ですか。郷ひろみのあれでしょ。俺はあえてスルーしようとしたんだけど、膨らますんだったら付き合いますけど、郷ひろみの何ですか。これいくんちゃいます。6000万ですか。ギジさんまで。え、富田マネージャーはこの放送に出るなって言われてますよ。出るな出るなって言われてます、ね、完全に言われてます。行かない理由、ま、TOKIO 未増大煙、あーあれですね、 TOKIO デラックス増大してくれないといかないいらっしゃいましたけど、はい、ちゃんと、そうやった、はい、ちゃんと覚えてますぞっていうことですね、これね。今日めっちゃ大日やる気あったやんって言われてますよ。いや、毎日やる気ありますよ。毎日やる気ある、はい、なるほど。そうなんですよ、毎日やる気あるんですよ、はい、やる気満々ということでね。そうなんですよ、はいはい、まあ、今日ね、なんかトラック走ってたと思うんですけどね、 見られた方は見たんじゃないかなと。あ、なんかあれですか、トラックで広告トラックみたいなのが走ってたんですか。広告って言うとやらしいんで。あ、やらしい。広告トラックですね。なんで広告トラックなんですか広告と言うとやらしいんで広告トラックが走ってた。そうなんですよ、あの、ね、LED カーってやつですか。あ、 LED カーって言うんですか、はい、が走ってて。そうなんですよ、飛行な森口店。そうなんですよ、遊びに来てくださいと。そうなんですよ、アピールを。ウィスカーが優しさで入れてくれたんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ、あ、ウィスカーたまに優しくこうやってあれなんです、アメムチを使い分ける感じで。まあツンデレですからね、基本。あ、なるほど、ね、はい、はい、多分あれですね、エンペラでいいことができて多分機嫌が良かったんでしょうね、まあ、昨日ね、はい、クリスマスですからね。なるほどね。誰とね、じゃないですよ。思わせ、そのため方は何なんだ。すげえ思わせ、意味深でしょ、めっちゃ意味深すぎる感じですよ、ね、これ以上こいつ放置したらやばいって言ってて多分来てくれる可能性がありますからね。そうなんですか。そうなんですよ。それ狙いなんですか。それ狙いですね。おびき寄せてるってやつですね。そう、餌を撒いてるみたいな感じですね。向こうは向こうで釣られて溜まる感じ。そう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 、なるほど、今駆け引きが行われてる。そういう感じですね、はい、見えないところで駆け引きが、ね、なるほどね、そういうことですね、はい、バジ3って年明け導入って言われてますよ。え、バジ3、バジ3、バジ、バジリスク、バジリスク、キズナは年明け1月の後半、26とか7とかだったような気がするんですけど。そうですね、はい、ぐらいですよね、最速はそれぐらいになるんで、はい、森口店も当然、バジリスク3はパッチスロー導入する予定はある。予定とか言っちゃダメなんですかね。そんなんもう一番人気ぐらいじゃないですか。今240台入れる予定ですよ、ね、あ、240台、はい、スロット全部で何台なんですか。240台です。あ、240台、はい、全台バジ専門店になるということでね。そういうやつです、はい、昔あったじゃないですか、あの、はい、4号機の北斗専門店、ありましたね。そうなんです、5号機でもゴッド専門店とかありましたからね。堺にありましたよね。はい、ありました、ありました、はい、なんで、まあ、キコの森口店もバジ3専門店になるというね、今店長が完全に宣言しましたんで、皆さんね、はい、今ちゃんと録画していただいてね、責任持てないんで。まあただ僕は嘘つきなんでねすぐ嘘つきますからね、はい、バリバリの大阪人ですが、売らないと本当に警察呼ぶよとか言って、うわ本当超こうね、もうねまああえて言うよ、空気読めよお前本当に、ね、おっと 松浦さんが切れましたね、はい、今昨日の伸びた、昨日ね鶴見店ね、はい、顔にペンで眼鏡を描かれた伸びたが出てきたんですよ
超可愛かったんですよ、なんかね。まあうちのね、はい、ドラえもんシリーズには勝てないでしょうけどね。ああ、そうです、ね、ドラえもんシリーズっていうのがあるんですか。そうなんですよ。へえ。じゃあこのもじゃそのうち披露していただければ。昔役職たちとドラえもんやったんですけど、はい、へえ、はい、誰も触ってくれないというね。触ってくれないですか。お客様全然触ってくれへんという空気みたいな存在でしたからね。ダメじゃないですか。僕伸びたままやったんですけどね。伸びたまま、ああ、はい、そうなんですか。そうなんですよ。うちの伸びたのクオリティはクソほどやばかったですよ。ああそうなんですか。もうやばかったです。そうなんですよ。もういない人ですけど、はい、ああもういなくなっちゃった人。そうなんですよ。ああそうなんですか。残念ですね。いじめたらすぐどっか行きましたね。見たいとこですけどね。昨日の伸びた今日はいなかったよ、休みだったくさい。ああ鶴見店今日行っていただいたんですかね。ありがとうございます。景品にいいかもねって。何ですかね。ああ T シャツですかね。ちょっとでもなんか景品ですか。人気ちょっと本当にあるみたいなんで検討していただ、開発さんに言っていただいたらいいんじゃないですか。まあウィスカーの気分次第ですね。ああなるほど、ウィスカーね。そうそう、ちょっと偉い人なんでね。そうなんですよ。この T シャツ売りましょうよみたいな。そうなんですよ、はい、いいかもしれないですね。ダラダラした店員さんに注意してください、女性の方ですって言われてますよ。お、誰ですかこれ。え、何ですか何ですか。ダラダラした店員さん注意してください、女性の方ですって言われてますよ。まあうちの店じゃないですよね。あ、それね。そうですね。どこですか、はい、これ。まあ、近くの某店とかですね。そうですね、間違いないです。なるほど、間違いないです、はい、抽選時間9時半にしてくださいよって言われてますね。9時15分で十分やろかい。ちょうど今日からね。そうなんです、はい、今日から変わったんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです。抽選じゃないです、はい、優先入場券配布のね、整理券。そうです。整理券配布が9時何分ですか。15分です。15分に。今まで何分だったんですか。今まで9時だったんですよ。あ、9時だったのが9時15分になったと、はい、そうなんですよ。ということでね、じゃあぜひお間違いのないように、そうですね、整理券配布時間、ね、9時半がいい言うてるんですか。みたいですね。僕ね、それもう朝一おばちゃんにいきなり捕まってね、はい、あんた喫茶店行かれへんやないのってめっちゃ怒られて。ああ、どういう意味ですか、喫茶店行かれへん。だから9時からやったら、はい、そのもらった後に、はい、ちょっと喫茶店に、あ、一服しにね、一服して、はい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 、また来れてたのに、はい、何してくれとんねんみたいな言われて、はい、ゆっくりする時間がないじゃん。そうなんですよ。あ、知らんがな言うたりましたけど。言うたったんですか。はい、もう難しい問題ですよね。早い方がいいっていう人と、もうそのまますぐ入れる方がいいっていう人とね。そうなんですよ、はい、でもこの辺喫茶店ありました。いやー、でも今の時期寒いんでね、あんまやっぱ長い時間ちょっと外で待ってもらうんが、はい、真面目か。そうなんですね。そこは真面目なんだ。そうですよ。なんかボケろやお前。いやもう僕ほど真面目な人間いないっすよ、お前は。うちに行くって、騙しに行くって言わないのか、もう行かないわって言われてました。ああ、完全にね、一人。邪魔しに行く。邪魔しに行くって言うんだったら、邪魔するんやったら帰って。邪魔して、はい、かまって。もう、行かないわって言われてます、ね、言われてますね。もっとかまってくださいよ。ままクリスマス何のこと。ユニバ歓喜、北電子、訴訟不回避。何の話これ。何の話ですか。全然わかんないですけど。よくわかんない。冷たいな、それって言われてますね。テイルズ・オブ・ディスティニーが何ですか。テイルズ・オブ・ディスティニーとは言ってないよ。あー、そう。おーっと、リベンジボーナス。おーしゃ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 、いきなり来ましたよ、これ。おーしゃ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 。これもう、ない。何ラウンドですか。こんばんは、ウェスカーはまだ今日は来ていません。はい。もうちょっと待ってね。はい、5点、絶望。喫茶店行ってから来いよ、って。これ、8ラウンドやから危ないやつっすよ、これ。マジで危ないやつ。危ないやつっすよ。アグネスちゃん。アグネスちゃんって何ですか。え、アグネスちゃん。あー、危ない。あー、すいません。松田さん、今僕30万ぐらい救ったんじゃないですか。いや、そうですね、そうですね、5万ぐらいは救いました。あ、5万ぐらい、はい、すいません。6分の1です、ね、申し訳ない。はい、すいません。今僕の顔が迫ってくる勢いやったんじゃない。見てる方申し訳ない、申し訳ない、はい、美味しいじゃないですか。すいません、本当に危なかった。これ何カメラ倒しかけた。何なんですか、リアル放送事故になるところ。バンワーということで、どうもこんばんは。バンワー、こんばんは。よいしょ。体調が悪いね、みんなでね、打ってますけどね、ぜひね、はい、最後まで落ちてください。はい、倒す、助けてください、もう。お、助けましょうか。え、助けてくれるんですか。もう仕方ないんでね、店長、本当にね、ちょっと口から卵が生まれそうということで、今日は卵、はい、え、口から卵が出そうでゲホゲホしてるわけじゃないあれでしょ、ポコペンポコペン、誰がつついたって。そう。え、違うんですか。あれ、ピッコロ知らないんですか。僕は行って助け…ナメック星の。そうです、ピッコロ大魔王って、はい、なんかモンスターを産むとき、卵を口から出すんですよ。おうおう。その時に唱える呪文が、ポコペン、ポコペン、誰がつついたんです。
まあまあ、何言ってるんですか、え、何言ってるんですか、この人。いやいや、あなたは知らないのですかっていう話ですよ。え、知ってますよね、松村さん。そうそうそう、ね、別に何も変なこと言ってないですよ。そうそう、はい、あ、そうなんですか。全然僕真面目っすよ。そう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 。もうちょっとボケてもいいんですけど、全然真面目でしたよ、今日、今日、ね、さっきは、ね、なんか今日あれですね、優しいですね。何が拾ってくれるじゃないですか。え、確かに。いつも拾ってますよ。あ、いや、これね、いつも、もう知らんとか。わかりますよ、これ。何ですか、何ですか。ウェスカーいないから安心してみる。そうなんですよ。油断してますよ、完全に。関係ないよ。これはちょっと。関係ない。何も関係ないよ、そんなの。大泥棒チャレンジ。大丈夫、大晦日に病気とかかわいそうやでって言われてますよ、本当に。誰がセビよ。ありがとうございます、本当にね。気使っていただいて。はい。はい、喫茶店は森口店の裏のところだと思う。裏にあるんですか。え、裏にありましたっけ。ない、ある。え、裏はもうエンペラしか僕ら知らないです。あー、じゃあエンペラの、エンペラで休憩。はい、ほら、来ました。おー、ちょ、何やってんすか。見えない見えない。ちょ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 、何当ててんすか。いや、違うね違うね。何当ててんすか。今日の LED 化の顔の画像を写しとかなあかんやろ。いや、一回ちょっとこれもラムクリしましょう、これ。ラムクリで、ラムクリで、ラムクリで。ちょっと待って、ちょっとこれ。ちょっと待って、これ何でした？ 28 連か50連したら、20連、20連、20連ですね。クリンションクリアです。クリンション。クリンションクリア。ぶかつくわ。クリンションって。クリンションって。クリンションって。あれ。ちょっとトラブってます。いきなりなんかいじってくれなくなったじゃないですか。いや、すいません、ちょっと今それどころじゃないんで、ちょっとカメラの調子が悪かった。さっき倒した時ですね、多分ね。カメラの方が大事なのか。当たり前だよ、この野郎。そうそう、もう言われた。決まってんじゃないか、この野郎。本当にもう、はい、当たったってことね、見事当ててしまいましたね。何当ててんすか。当たったから、前みたいに当てないっていうのがセオリー。まだ当たってないよ。まだ当たってないみたいです。え、まだ当たってないの。これ当たってないですよ。当たってないです。はい、右打ちじゃないですか。当たってないんですか。当たってないです。これ大当たり左打ちなんで。あ、そうなんですか。そうなんです。あ、そっかそっか。はい、嘘つきまくりじゃないですか。え、ルパン知らないですか。いや、全然わかんないけど。もっと勉強した方がいいっすよ。はい、すいませんでした。うわぁ、助けて。いや、ちょっと本当あれですね、本当に近そうですけど大丈夫ですかね。ちょっとね、お聞き苦しい。すいません、本当入ってますけどね、お許しください。申し訳ありません。はい、ちょっと喉の乾燥がやばいですね、これ。ああ、そうですね。そうなん、そう。なんか飲みますか。何奢ってくれるんですか。奢ってくれるんですか。僕そのブラックでいいっすわ、ブラック。松原さん、僕そのブラックでいいっすわ。僕ダイエットしてるんで、お水で。はい、はい、じゃあ、各自で頑張ってください。各自なんすか、その各自で頑張るみたいな。これは加湿器って言われてますけど、全然加湿器いるかもしれないですね。抽選時間短くしてくれないと、この時期とか夏の時期とか辛いんですよってことで。あ、まあ、やっぱそうなんですよね。早くしてほしいっていう方の意見としては、うん、何時がいいですか。8時半ですか。いや、長くなってんだよね。誰も根拠なのね。はいはい、あ、これ何やってんすか。いや、何買ってんすか。いや、通常っすってこれ。いやよく見といてくださいよ、今日勝利。はい、いや、よく見といてくださいよ。顔で隠してるから。顔で。あ、そうなんすか。顔でわざと隠してるから。誰が顔でかいんや。誰ですか、今そんなん言ったら。誰ですか。顔でかいとまだ言ってない。思ってるけどまだ言ってないだけ。東が怒るよ。東は、東し、おー、あ、でかいでかいでかい、まぶしまぶし。出ちゃいましたね。何がでかいですか。何がでかいんですか。いやー、顔と態度がでかいですね。待ってくださいよ。はい、よく言われるんすよ。真ん中の足はちっちゃいくせに、本当にね。真ん中の足がちっちゃい。真ん中の足、はい、真ん中の足、真ん中の足、本当にね。息子ですか。オブラート、オブラート。オブラートプリーズ。包むことを知らないみたいな。オブラートプリーズですよ、本当に。なんかランクアップばっかりですね。いやー、すごいですね。いいっすね。間取って9時55分でいいじゃんって言われてますね。9時55分、あ、いいっすね。はい、55分もう。てかもう10時からでいいんじゃないですか。超バタバタみたいなね。10時からでいいでしょう、ね。はい、いやー、いいんじゃないですか、10時からで。はい、10時からでいいっすね。はい、俺もそう思います、ね。あ、すいません、これ。キン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 って言ってますね。あ、ランクアップマックスですね、マックス。マックス、マックス。おめでとうございます。マックス。いやー、素晴らしいです。一気に伸びるなということで、本当にそうですね。もう余裕すぎてタバコ吸いたいですね。体調悪い時タバコ吸うとおえってならないですか。なるんすよ。なるでしょ。あとなんか寒い時期になったらおえってなります、ね、なるでしょ。なんすかそれ。僕タバコ吸わないか分かんないんですよ。放送中におえってなって、こうしかも出ちゃったりとかしたらやばいんで、やめといてもらっていいですか。いや、ほんま、はい、ほんまに大丈夫ですか、本当に。いや、もう顔色悪いって今日めっちゃ言われて。いや、ちょっと確かに顔色そんなに良くないですね。そうでしょ。はい、マジで真面目な話ね。はい、はい、で、さっきね、抱き枕川瀬さんが
さらっと来たんで、はい、なんか交代するのかなと思ったらそのまままたさらっとどっか行っちゃったっていうね。で出たいんですかね。あ、なんですかね。いや、はい、なんかチェンジなのかなと思ったんですけど、はい、え、大したチェンジ的な演出もなくそのまま。多分アンケートを取りましょうか。アンケート、はい、何ですか。暴走店長死ねみたいな感じで、はい、引っ込めみたいな、はい、あんこう、なんていうんですか、コメント、何言ってるか全然わかんない。全然わかんないです、ね、全然わかんない。鼻声でもう、はい、はい、入ったら、はい、もう僕すぐ抱き枕と交代しますし。ああ、そうなんですか。そうなんですよ。ああ、わかりました。じゃあ、はい、暴走店長に消えてほしい方は、はい、ぜひ、とっとと消えろというふうにね、コメントをいただけると、はい、うわー、ふてぶてしい顔ですね。ふてぶてしくカメラ目線で、おい、打ってこいよ、打ってこいよっていう 顔で、ふてぶてしい顔ですけども、来いよ、来いよみたいなです、ね、言ってますね。あ、もうそれぐらい変わりたいと思った。もう目で訴えてましたね。頼む、体調悪すぎるから早く川翔を呼んでくれというね、ことらしいんでね。はい、暴走店長抱き枕抱いてそのまま打ってって言われて大丈夫ですか、大丈夫ですか。抱き枕、箱を抱いて、箱を抱いてそのまま打つ、はい、意味が全く分かんないんでね。そのまま打てやって言われましょう。やっぱりね、そうなりますよね、流れ的にね。そりゃそうなりますよね。そうなりますね、はい、変われって打ってって言ったらね、そのまま打てってなりますよね。そりゃそうですよね。抱き枕に変身やって言われてますね。抱き枕にも誰が抱いてくれるんですか、僕を。いや、誰も抱かないんで変身しろってことなんじゃないですか。はい、変身変われイコール変われ、はい、そう今回の勝ち分は全部今日の給料って言われてますよ。え何フリーズしてるんですか。何フリーズしてるんですか。当然ね、そんなわけないですよね。そう、はい、僕ね、ほんま最近プライベートで全然ね、はい、もうこういう当たりがいけなくて、あ、勝ってない、ちょっとへこんでるんですよ。はい、まあ、こんなところで運使ってる場合じゃないんですよ。いや、こんなところでって言って、だいたい配信でも勝てないじゃないですか。配信でも全然引けない日の方が多い。言ったな。ですよね。いや、そうでしょ、ニート主任。はい、ニート主任、前回覚えてますか。一期当選。あ、聞いてくださいよ。何ですか。あれを、一期当選プライベートで売ったんですよ、はい、僕、はい、ほんで、ほんま数回転で、はい、乾杯してるやつ、はい、演出と、はい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 、なんか、突超運みたいな、はいはいはい、突超運ね、はい、要このリーチ表みたいなね、はい、こういうのに書いてる4大激アツ2つぐらい被って、うん、サクッと外しましたね、うん、ああ外したんだ、外したんだもう未だにまだ当たってないんですよね。ああ、ていうか、もう一気当選は一生無理なんですよっていう感じですね。絶対両夫が出てくるんですよね。なるほどね、ブルン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 、無理して打って病院で年越しって言われてますよ。やばい、引っ込めマジでって言われてますよ。あ、引っ込め出ました。店長に言ってますね、残念ながら。残念ながら、はい、店長が抱き枕になってくれたらいいよ。ウェスカーが抱きますって言ってますね。お、なんですか、辻本さん、キコにいたんですか。2年前はお世話になりました。これ誰ですか、これ。誰いや、2年前2年前で、はい、2年前ってなんですか。ルパンやな、2年前ルパン簡単やな、引っ込めって言われてますよ。愛のあるね、引っ込めはね。ああ、はい、来てますけど。いや、まあ多分抱き枕すぐ来ますよ。もうそうなんですか。はい、もう出たがりなんで、業務連絡、業務連絡、抱き枕川瀬さん、抱き枕川瀬さん、出したがりやし、出たがりやし、もう急いでね、出したがり、はい、そうなんですよ。辻本店長に対する引っ込めコールがやまないということで、急いで、あ、マジで、はい、そんなに変わっていただければなというふうに思います。そうなんですよ、8年彼女いないらしいですからね。誰がですか。抱き枕川瀬。あ、そうなんですか。はい、イコール童貞やんみたいな。さすが二次元。え、二次元専門。そうですね、はい、すごいですね。まあ、もうちょっとしたら多分カイジが来てくれるんで、はい、あ、カイジね、はい、はい、もう実写版カイジが、カイジは知らぬカイジですからね、はい、あれ実写版伊藤カイジが来てくれるわけですね。実写版カイジ、なるほど、そうなんですよ。 AKB で5大告知の4つ出て普通に外したって言われてますね。へー、 AKB って何ですか。いや、 AKB48 ですよ。パチスローかパチンコか分かんないですね。さすが、これあれですね、ニート主任その2っていう名前であだ名になりましたよね。そうですね、はい、大丈夫ですか、マジで。今、応援タイム入ってます。応援タイム入ってますね。応援タイム、応援タイム、ちょっとこう、波がこう、応援ラッシュ、応援ラッシュ、やばいですね。応援フラグが立ってる感じですね。やばいですね。ざわざわ、店長、店長って言われて、引っ込め、もうちょっと涙、涙目ですからね。節付きで歌ってる方がいらっしゃいます。ちょっとでも、当たってるけど、体調は最悪ということですね。そうなんですよ。命を削って当たりを取りに行こうとこで。めっちゃかっこいいじゃないですか。かっこいいじゃないですか。空手家みたいなやつですね。放送のためにね。え、僕でもめっちゃ安定してるんですけど、この。いや、
ルパンに関しては覚悟がなさすぎるってことなんですよね。命を削る男と覚悟が全くないから大して当たらないってことです、ね、お願いしますよ。本当にもう多分僕多分ほんま終わるまで当てない、はい、当てれない自信あります。早くもそんなこと早くもそんな自信持たないで。逆に当てんかったら、はい、はい、あ、いいですよ。最後まで当たり2週連続いいじゃないですか。そう、2巻当たりなしとか快挙を成し遂げればもう全然ミッションクリアでいいですよ。クリンション達成でいい、はい、クリンションそれがクリンションですね。それがクリンション。あ、いいですよ、クリンション達成ということで、はい、全然そうですね、全然大丈夫です。アズマクリンションは当てないこと。はい、本当ムカつくわ。僕は終わりまで当たりを引き続けることみたいなね。いや、いいですよ。それは無理でしょ。絶対無理でしょ。それは無理でしょ。えぜへーって言われたら、ボースだろ、うがいだけでもしてきたらって。あ、いいですか。もうでこれってほんまに行きますよ。ほんまに行きますよ。違うんですよ。これってどこまで入るんですか。え、これってどこまで入るんですか。あ、切りますよ。あの、行くんだったら切りますよ。あ、そうなんですか。僕が繋いどきましょうか。はい、市長さんにわーみたいな聞かしたいんですけど、ね、あ、じゃあ全然そのまま行っていただければ。あ、いいですか。はい、大丈夫ですよ。もう多分めっちゃ聞きたくてしゃあない人絶対いるはずなんでね。はい。悪変中より通常時の熱い演出早を見せろって言われてます。いや、それこれミット氏に担当ということでね。おいえ、はい、見せるだけ見せますよ。はい、お願いしますね。はい、通常時担当ということで。通常時担当、担当ですね、はい、あの全クソ演出を出すっていう。クソとか言うな。生放送でクソっていう。はい、すいません、このクソ野郎がほんま。クソとか言うな、クソ。体調悪いと続く法則ってこれ完全にあるあるですね、これね。そうですね、いいですね。時間がない時に出る法則とね、体調は時間がない時に出る法則と体調悪い時に終わらない法則というね。はい、そうですね。あと閉店間際ですね。あ、閉店間際にね、で取り切れないっていうね。そうそうそう、あるあるですよね。そう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 、はい、ピロリロリーンって言いましたね、今ね。はい、言いましたね、はい、もうこれ当たりますね、当たり。はい、保留は変わってます。保留は、いや、ただ光ってるだけなんで保留は変わってない。あんまり熱くないやつですね。なるほど。でも、はい、次元赤いじゃないですか。さあ、4点牌からこれいけば、まあ、そうなんですよ、いきますよ、はい、あ、あれあれ銭形あれ、継続と敗北しかなくなっちゃってますよ。いやいやいや、余裕っす。余裕、ひょいひょいひょいでいきます。本当ですか。はい、見といてくださいよ。はい、見てますよ。いや、いや、見んといてくださいよ。どっちで松浦さんだけ見んといてください。なぜ俺だけに。視聴者の方見ていい。あ、そうそうそう。あ、そうなの。もう松浦さんに厳しくいこう思う。あ、何、意味が分かんない。しまった、あの箱をちょうだい。モロかって言われてますね。回避しろって言われてますけど、どうだ。まだ分かんないっす、まだ分かんないっすよ。捕まった。あ、逮捕。まだ分かんないっす、まだ分かんないっす。大丈夫、まだまだ。ルパンやから、ルパンやからね。そうそうそう、ルパンや。継続率僕だけ90。プチュン言うた。プチュン来たー。女神がくれたプレゼント。復活じゃないですかこれ。あ、そうか。見事復活。逮捕されてからの。あ、タイプライター。はい、聞いてます、はい、タイプライター。何すかこれ。おめでとうございます。タイプライター。777でね、ちょっと見ましょうか。タイプライター。めっちゃ言うやん。復活ってことですね。バイオ1でそれないと保存できひんやつ。複数ボーナスで復活、はい、素晴らしい展開ですね。インクリボンじゃないですか。あ、そうそう、インクリボン。インクリボン。はいはい、はい、うどうしますか本当に。大丈夫ですか。え、余裕じゃないです、すいません。ちょっと あれですね、ちょっと業務連絡が通じてないみたいですね。そうなんですよ、はい、抱き枕川瀬さん、抱き枕川瀬さん、顔も悪いのに耳も悪いっていうね。ほらほら、ああほら、あ、親に謝れ。抱き枕川瀬さん、すいませんでした。今すごく可愛い二次元の女子がその辺歩いてるんで、すぐ来てください。釣れますね、はい、釣れますね、それ完全に釣れるやつですよ、はい、ものすごくエロ可愛い二次元女子が歩いてます。ね、どこすか、どこすか、どこすか、ますかね、これで。どこすか、これで来るはずなんですよ。来ない。まあ、この間の放送を見てもらったと分かると思うんですけど、はい、空気読めない男なんで。空気読めない男。そうなんですよ。あー、そうですね。ちょっとボケきれない感じでね。あれ、はい、弾出てこん。その直し方やめましょう。じゃあ、それは、ちょっと、やめてもらっていいですか。そうですね、今の。はい、すいません、おっちゃんだと同じような直し方してしようと思います。どんどんはやめてください、ほんとね。僕もやっぱスタッフとしてね、こういうの見たら、はい、ダメですよ、ダメでしょ、これダメですよ、はい、そういうのどついてるのはね、はい、ダメですかね。これ、豪商派って言うんですけどね、僕らの業界用覚えたらダメですよ。
豪商派はやめてください。豪商派やめてください。ラオウしか使っちゃダメですよ、はいはい、お客さん台を叩くのはちょっとって言われますよ。そうですよ、もう こういうのもやめてくださいよ、はい、ダメですよ、そのこのガンザン量産派っていうのはい、やめてください。これもダメですよ、ガンザン量産派もこれケンさんしか使ったらダメですよボタンを優しくね、優しく叩いてくださいということでね、はい、決してあの頭蓋骨割れる勢いでチョップしないようにねダメですよ。そうですよ、はい、お願いしますね。あ、悪い見本ですからね。そうですね、はい、そうそうそう、はい、ダメですよ本当に。あ、どうしますかね、このコメント読もうかどうか微妙で、ベニスより出てるありがとうって言われてますけど、何のことか全然わかんないですけど、すみません、感謝されてますね本当にね。ありがとうございます。ラボホの名前ですか。あ、ラボホの名前ね、はい、何のことかわかんないですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。オウミとかでこういうのやめてくださいよ、こういうの。あ、それはいいじゃない、それは演出であるからいいじゃないですか。触れってやつ、立ってしろってやつ。もう多分 おっちゃんとおばちゃんにめっちゃ嫌われたり全然あり、敵に回しましたね、はい、今前店長がベニスオープンで視察に来てたって言ってますよ。前店長って誰ですか。前店長ウィスカ、ウィスカ、はい、ウィスカ、ウィスカ今日ベニス行ってたらしいですよ。こわこわこうやって注意されますからね。やめてやめて本当に、はい、何やってるんですか。すぐ気づきますからねダメですよ本当に。弾出てこへんねんけど、これどうしたらいい。前店長は昇進したん降格したん。これ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 叩くな言うてるやろ。弾出てこない。ちょっと直しますか、マジで出ない。あ、これはお前叩くな言うてるやろ。すいません、何回言わせるんでしょ。出禁にすんぞ。ほんますまた、はい、出禁だけは勘弁してください何のショートコントなんですかマジで出ないんですか。マジで出ないですね。あ、そうなんですか。はい、上どこ行けますか。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください、はい、放送事故、はい、たまないっていうか、剣巻き止まってね、止まってね、これちょっと今、弾の循環がね、ちょっとトラブってるみたいでね。循環器止まってません、これ止まってるっぽい。はい、いや、動いてるますね。 あ、今流れてきました。あ、来ました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 。音が、いい音が流れてきましたね。はい、はい、あー、すっごい、はい、しゃー、あー、すっごいこれ、はい、俺の音のおしっこみたいな音しますよ。すっごいはい、おとんのおしっこ、すっごいこれ。だいたい年を取るとキレが悪くなるっていうけど、おとんさん結構あれですね、まだまだ全然余裕ですね。いやいや、もう残尿だらけですよ。残尿だらけだとこんなシャーって音しないでしょ。どうしよう、もう当たって知らないこれ。地味に熱い演出があって言われてますけど、当たりましたね、また見事。え、何が熱いんですか。何がですか。何が熱いんですか。何が熱いんですか。いやいや、何が熱いって台見ながら、台見ながら、台見ながら打ってますよ。何なんだ、全然見てないです。何なんだ、分かってます。前店長どこ行ったって言われてますよ。え、前店長、前の店長はどこ行ったんですか。いや、ポートピアランドではい、はい、船乗ってますわ。ポートピアランドで船乗ってる、はいらしいですよ。俺は安清になるんや言って。あー、なるほど、ボートレーサー安しになるんや言って。なるほどね、はい、はい、よくわかんないです。よくわかんない、はい、なんかやめ方したと。そうですね。あー、なるほどね、叫んでやめていきました、ね、なるほど。あー、そのうちぽっくり行っちゃうかもしれない。そういうやつですね。やばいパターンですね、はい、はいガロの中、ガロの中、看板の4台中1台ボタン壊れとるで直しといてねって言われますよ。え、どこですか。どこですかね。ガロの中看板の4台中、はい、1台ボタン壊れとるで直しといてねって言われてますね。あ、それ鶴見出てん、鶴見てんのか、それですかね。はい、森口じゃないですか。なんかね、はい、まあ、ありがとうございます、貴重なね、ご指摘いただきまして、はい、でも全台チェックということでね、はい、はい、まあ、放送終了後、朝まで皆さんでチェック、ガロー全台チェックしていただきたいということでね、はい、絶対言え、今夜は帰れないということでね、今夜はやまないですね、はい、お願いいたします。帰りたい言うてたやん。帰りますよ。ルパンとかガラス割ったら金やばいだろうなって、まあ、ルパンに限らずね、ガラス割ってか最初 の、表側のアクリルとかね、怪我してしまう可能性もあるんでね、はい、本当に。はい、本当叩かないでくださいよ。そうですよ、そうですよ。叩いても別に大当たり近づいたりしないですからね。お願いしますね、本当にね。そうですよ、はい、真似しないでね、こんな悪い。なんかそういうオカルトやってないんですか、鶴見で。台を叩いたら当たることって今、そうそうそう、今言われてますけどね、本当にオカルトはね、ないんですけど、はい、まあ、よく言ってるのはレバーオンの時に、うん、こう優しくフッってやると女性を扱うようにね、はいはいはい、はい、まあ、東さんが苦手なパターンですけど、はい、優しく、ね、愛撫するかのように優しく扱うと出るっていうね。あー、しやしやしや、それムツゴーラだから。雷雲突入者ほんまにそんなんしたら雷雲突入者、それムツゴーラだから。やめた、仲良かったのにって言われてますよ。え、前の店長の話かな、これ。あ、はい、はい、大丈夫ですか。え、誰と仲いいんですか。前の店長と仲良かったのにやめたんですかって。へー、
まあね、人前で仲良く見せててもね、本当はね仲がすごく悪いとかってね、よくある話。そうなんですよね、よくある話ですね。そう、見せかけの関係みたいな、よくありますから ね、ありますからね、はい、小当たりオツって言われてますね。小当たりなんだ。そうですね。ああ、雷雲ですね、はい、見事小当たりということでね。小当たりだったら一応まだ継続ですね、本日2時間ね、まだまだ小当たりなしミッション、ね、余裕ですね、はい、ほんまにクリンション安定してます。クリンションまだ継続中ということですね。クリンションってなんすか。クリンションってなんすか。はい、いや、ちょっと乗ったらこうやってね、こう突き放すんですよ、ね、すぐですよ、これ。そうですよ、すぐ手のひら返しますから、はい、そう、大阪人すぐ手のひら返しますから、ほんとムカつくわ。頑張ろう、あれ俺一人で頑張る、今日は本当に。はい、そんな言わんとってください。何がですか、本当に。いろんな店のやつを、あの、なんていうんですか、はい、あれ何やった、ニコ生と何やったっけ、ユーストリームや、はい、ユースト見ましたけど、はい、結構放置されてますよね。結構放置されてる、はい、お、そんなことないですよ。あのゴリラ主任とかも完全に放置してますよね。あ、俺が放置するってこと。そうそう、いや、放置されてる。え、俺が放置されてますか。いつもなんかムカつくとか言う、うるさいな、もう。うるさい、今喋っとんねん。そう、あのうるさいみたいな、はい、いや、ちゃうやんか、なんか話がわからんくなったわ。もう全然わかんないですよね。はい、待ってたんですよ。うるせえって言われました。クリンションごとって言われました。クリンションごとってなんだよ。クリンションごとってなんだよ。やばいな、はい、新手のやつですね。やばいですね。結構力ありますからね、クリンションごと。なんすかクリンションって。クリンションって何なんすかね。まずマスターペーションの間違いじゃない。ちょっと待ってください。はい、はい、シャラップ。いや、今もうそんな時間ですよ、もう。一応もう早いや、もう1時間経つんですね。僕も51分、あれですよ、18歳以上限定チャンネルになってるでしょ、もうこの時間。いや、そんなこともないんですけど、はい、まあまあね、いいじゃないですか、はい、もう夜中だし。え、もともと下品なキャラクターなんでね。いや、僕変態ですからね。いや本当に、はい、大阪代表なんで、はい。ニート木田くんはバイト君見たことないわっていう。ニート木田くんってどういうことなんですか、ね、ニート木田。あ、ニート主任のあれは字幕がちっちゃすぎてニート木田に見えてるのかな。ニート主任ですよ。ニート主任ね、もう主任ですよ。ニート主任は解明して木田でいいよ、はい。全然あれです、バイトじゃないですね、残念ながら。リアルニートじゃないですか。残念ながら社員ということでね、はい。店長大丈夫、本当に。下ネタやめろやって言われて、はい、お上品にお願いしますね。そうですね、はい、お上品に行きましょう。美しくね、美しく、はい、後半に行きましょう、はい、後半にね、華麗に打ちましょう、はい。はい、どこまで行くんだろうな。何の話ですか。え、何の話でもないから普通に打ってば大丈夫ですか、はい、全然気にしなくていいですよ、はいはい、こっち見んなって言われてるんでね、はい。でもそっち映ってないよ。いや、残念ながら映ってるんですけど。あ、映ってるんですか。映ってるんですけど、こっち見ないで見ても大丈夫ですよ。いや、画面消えてるから、本当に。マジでマジで、やめてください、本当に。やめてもらっていいですか。いやー、ほんまね、はい、ほんま抱き枕買わせてどこ行ったんでしょうね。いや、マジでどこ行ったんですか、抱き枕買ったん。拗ねましたかね。いやー、ちょっとあれですね、はい、可愛い二次元の女子が歩いてるって人も来ないですね。そうですよ、空気読めないですよ。全然釣られないですね。これもう僕何年ですか、これ。結構続いてますね。19年ですね。19年、あと1年で。あと1年ですね。行ってない行ってない、全然行ってない。だってもうあれですからね、はい、11時半ぐらいから売ってましたからね。行ってない行ってない、はい。ゲホゲホ言ってたじゃないですか。うがいしてきてや、3分ならまったる境にって言われてますよ。3分でうがいしてこい。コテコテやな。何話のアキンドじゃないですか。自分コテコテやな。まったる境にって言われてるんでね、はいはい。ああ。こういう風に映ってるわけですね。はい、映ってますよ、見えてますか。なるほどですね、はい、大丈夫ですか、はい、映ってるんですけど、まあでもね、映像はこう切り取って使ってるんで、はい、映ってると思ってても映ってないことも多々あるんで、あまり気にしないでください。もうだからいいって本当に。そういうのうざいな。ダメですか。そういうのうざい、はい、本当うざいし、ちょっとネタがりなんで、うざいけど、はい、全く伝わらないっていうね。何がですか。見てる人からしてみたら、はぁ、あ、みたいな。いや今ポカーンって、明日も絶対来てくださいよっていうのを伝えてるんですよ。そうっすよ。口で言っちゃいいんだよ。口で言っちゃうんですか、それ。うぜえって言われてますよ、本当に。こっち見んなって言われてるんですよ。第一の激アツエンジン、こっち見んな、本当に、お前ら。怒られて、ポポカーンって言われてます。第一の激アツ演出の雷雲ゾーンを平和は小当たりに使ったんだってことでね。確かに、はい、まあ、そんなん言ったら京楽もね、雷雲ゾーンでしたっけ。確かにありますよね。あれも小当たりじゃなかったでしたっけ。
何ですか何ですか。え、京楽も、はい、雷雲ゾーンかなんか、はい、ありましたよね。いや、聞いたことないです聞いたことないですねあったあって。何の台ですか。ジョーズですか。ジョーズ、あ、そうそう、ウルトラマンとかウルトラセブンとか。あ、ジョーズで雷雲モードありましたあったでしょ、ジョーズで。そう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 、ジョーズでもあった。冗談で言ったんですけど、ほんまにありましたよ、はい、そうそうそう、あったでしょ。ありましたわあれ、学編ゾーンだったかな。あれ、まあなんかその潜伏してますよぐらいの。雷鳴か、あれは雷鳴でって言われてるんだ。雷鳴っすよ、雷鳴。なるほどですね。運ではない、雷鳴ね、はい、なるほどですね。ちょっと似てたけど違うということでね、申し訳ございません。え、ただね、ジョーズがほんまにおもろかったんですよ。いや、俺もジョーズほんと打った。そうなんですよ、そう、あれほんとに面白かった。キャサリンバズーカ打つめっちゃうまいですよ。そう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 、あの女のくせにね、あのそう重たそうなバズーカ、ね、女のくせにって今あれですね、偏見の敵に回すパターン。すいませんすいません、ね、いやいや、あのね、女子なのにね、本当ね、男の兵士でもね、打てるか打てないかっていうね、そうバズーカをね、余裕でぶっ放してサメを退治するんですよ。そう、はい、ね、あの森でつくっていう斬新なね、はい、ありましたね、こうね、先頭に立ってね、こうやってね、ザッツザッツザッツね、あったんです。聞いてます人の話いや、ジョーズはほんま名作っすよ。いやいや、ジョーズは本当に打った、俺は本当に懐かしいね、本当ね、あの、はい、ギジュレンがダーダン予告っていう、ね、ああ、そう、ダーダンってやつね。そうそうそう、あ、そう、ダーダン予告、そうっす、ダーダン予告なんすかね全然いやいや、いやいや、共有できてないのはあなただけですからそうっすよ、ポコペン知らんのほんま辻元店長ぐらいっすよ。僕その時ガストで働いてましたあ、森口店は上手の使い方うまかったよねっていう、ほら言われてますよ。ありがとうございます、ね、ありがとうございます。この人がうまかったわけじゃないですよね、はい、この人の前のね、そうですよ、もっと前の店長がうまく使ったってことですね。そうそうそう、はい、この人多分使わせたらそんなにうまくないんで、ね、僕ベッドプレイしかうまくないんでね、はい、ちょっと待ってくださいよ、ベッドプレイはうまい、ちょっと待ってくださいよ、ということですか店長、ちょっと待ってくださいよなんでそんな出川みたいな感じで言うの本当ね、大してもう何年も使ってないくせにね、よく言いましたよね、本当に、ね、うん、え、え、はい、え、なんすか、なんすか、森口って入れ墨してる人も遊んでいいのって言われてますよ。見えなかったら OK でしょって書き込まれてるんですけど、入れ墨って何ですか。入れ墨露出した方入店お断りとかっていうハウスルールやってるお店とかたまにあったりするんですけど、はいはいはい、あの、ね、他のお客様がちょっとこう、はい、じっくりして、してしまいますね、はい、怖くなっちゃうんで、はいはいはい、あの、あまりにも過度な大きな入れ墨をこう、はい、完全に露出した方はちょっとこう入場をご遠慮くださいみたいなお店もあったりするんですけど、はい、どうなんですか。あれですか、はい、あの、我ら気候なのことですか。あの、気候なは一応そういうこんなやつですか。何のことか全く僕分かんないんですけど、ああ、残念ながらカメラの真ん中に今来ましたよ、マイクと、残念、はい、あの、一応まあそういった方にはお声かけはさせていただきます、はい、あ、まあまあそうですよね、はい、まあ一般常識的にね、はい、ちょっとね、はい、あの、常識度が過ぎる方はちょっとお声かけさせていただくということでね。これ何、これ時短、はい、見えなかったら大丈夫、ね、これ金じゃないんですか、これ金じゃないんですか、これ金じゃないんですか、これお願いいたしますね。これ何ですか、これ金じゃなかった。お、何ですか、これ通常なんですか、これ落ちてるやん、これ通常でしょう、多分落ちてますよ、それなんでそんなさらっと終わらせるんですか。でこの前もそれ散々出たじゃないですか、19連で終わってるじゃないですか、前の配信の時に19連で終わってますよ。あと1連やったのに4連ぐらい3連ぐらい、いや、ちゃいますよ、6連ぐらい、あ、6連そんなにしたんですか、はい、そうなんですよ。あ、なんかくっちゃべっとる間に6連ぐらいしてたんです。そうなんですよ、僕の人生そのものですわ、もう。どういう意味か、どういう意味か6連で終わるような男ですわ、僕はあ、そうなんですか、はい、中途半端ってことですか。まあまあみたいなまあまあええんちゃうみたいな店長ねカメラ見ながら喋るんじゃなくてね、はい、俺の目を見ながら喋るんでね、ちょっとね、あ、そうっすか、あの、本当に俺がなんか心にこうズキってなるんで、それなんかせめてカメラ見ながらね喋っていただければって感じなんですけど、あ、俺に言ってるんだみたいな中途半端みたいな、こう突っ込みにくくなるっていう感じなんですけど。いやいやいや、喉の水分が、僕突っ込み専門や言うとったじゃないですか。大丈夫ですか、本当にマジで大丈夫ですか。ちょっとこれ事務所の佐藤さん、お茶持ってきてくれへんかな。佐藤さんって誰ですか事務所の佐藤さん、お茶持ってきてほしいというね、今業務連絡です、よろしくお願いいたします。っていうか、見てるんすかね。いや、見てない可能性がありますね、今日ね、え、はい、高いわ、ほんま、はい、え、これやっぱ他の店って結構見てるもんなんすか。あ、他の店でも結構見られてる方多いですよ。あ、そうなんすか、はい、仕事サボって、まあまあ仕事サボってね。あ、そうなんですか。サボってこれはまずいでしょう。これが仕事っていうね、先進的な考え方の方もいらっしゃいますからね。あ、それで推進部に怒られるみたいなやつ、ね、推進部にね、ちょっとね。よっしゃー、はい、エスカーまだなんて言われました、ね、今度おやつ配るときうまい棒にしてねーって。お菓子配るのは出玉で還元してって言われてますよ。うまい棒ね、はい、あの、総付け経費の時にお菓子配ったりとかあるんですか、はい、
そうですね、はい、カニ配ったり。カニ？そうですね、ま、マグロ握りに配ったり。あ、それ完全にアウトですよね。完全に警察アウトすぎますね。警察来るパターンですよね。ねえ、カニとか明らかに200円超えてるでしょ。そうですね、やばいですね。まあ、何かの予算も超えてると思うんですね。そうそうそう。しかも生物みたいな。そうですね、はい、もう完全にそんなとこ行ってみたいですわ。ねえ、あんなこんなカニいきなりね、ああ売ってる時に渡されてもね、一人ね全員にプレゼントですみたいなね。ねえ、ほんまに。ああ、カニ味噌吸い放題みたいな。カニ味噌吸い放題。そう、生臭ってしゃあないですよ。みんな台打ちだからチューチューするみたいな感じですか。そうそうですね、生臭ってしゃあないですよ。ああ、いいですね。なんか山陰地方のお店とかでね、ぜひやっていただきたい、ね、生臭ってしゃあないですよ。伝説作ってくれやって言われてますよ。それでね、こう警察に怒られてね、伝説、 そして伝説になるっていうのもね。そうなんです、怒られる程度で終わったらいいんですよ、ね、まあまあそうですね、はい、いやまあ僕ぐらいになったら怒られる程度で済むんですけどね。何ですかそれ、どういうことですか。何なんですかそれ。え、はい。特に考えて、オチは考えてなかったけど適当に言ってみたっていう話ですか。いや違いますよ。お、何ですか、オチはあるんですか、はい、ちゃんと。ないですよ。ないんでしょ、ほら、はい、やっぱりそう、あるわけないじゃないですか、アホちゃいます。いや言い過ぎ。あ、すいません、はい、すいません松村さん。いいですよ、俺は別に、はいはい、このルパンマックスって言われてますよ。マック、これマ、これマックス、マックスね、相変わらずマックスしか打たない、学習能力全くない人の森口線のメンバーです。面々ということで、ね、34回出てますからね。そうですね、僕に関しては今、250ぐらいハマってます。250以上ハマってるだろ。安定のハマりでございます。いやー、ニートシニー本当ちょっとね。いやー、もうほんますごいですよ。お前何放送してんだよ。マジですごいですね、ニートシニーの当たらなさは。いやでもね、視聴者はこれを求めてるんですよ。まあ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 、まあ、なんで家政婦は見たみたいな感じで言ったある意味でも求めてます。でもここまで来るとね、もう当てないでくれみたいな ね、そうっすよ、はい、感じになりますよね、本当に。ルパンに関しては3時間打たないと当てれないんで、僕、はい、3時間打ったら当たるんですか多分。それ延長、延長しろってなりますよ、まだ。まあやめろや、そういうの。さすがした、絶対やめろや、さすがした、絶対延長しろってなりますよ、そんな。いやもうそんな、もうもう僕、もう僕毛布にくるまりたいんや。もう体調悪いんでね。寝たいと。いや違います、くまりたい、くるまりたいだけです。ああ、くまりたいわけです。うわ、何これ、はい、さらば銭形。お、ちょっと熱いよ。あ、そう、やばいやつ、これやばいやつですよ。いや、大丈夫大丈夫、こんなもん。ペペーンって外れますんで。あおう、ノー。さあ、ぎじって。あ、ぎじって続く。いや、でも赤文字とかなんもないっすもんね。ストーリーリーチ続いてますね。当たらんでいいから熱い演出出してくれよって言われてますね。今熱いっすよ。どういう、あの、感じなのかよくわかんないですね。ちょっとニートシーンちょっと見ますか。またこれでぎじれば。ほら、あー、リーチかかっちゃいましたね。ありがとうございます。あ、疑似 2?1 です。疑似 1? 疑似2ぐらいでしょ。2? 空気やん、もう空気です。そんな空気やん、ライオンですよ、これ。ライオンダメでしょうね、まあこれでね、当たると思う。何生めかしい音音、あはーんって声出してるんだ。誰が店長あ、参ったぜ。大丈夫ですか、本当に。いや大丈夫じゃないですね。どうかしようでございます。そんなキザな人でしたっけ。抱き枕川瀬さん、抱き枕川瀬さん、業務連絡、至急、交代要員として。至急とか、はい、言うたらダメです、ね、お願いいたします。至急、交代要員としてお願いいたします。ヘイ店長、そっちね、はい、そっちね、Be quiet。 はい、見事ね、外れたということで、ね、僕、英語、はい、ずっと1やったんで、よくわかんない。英語じゃない、日本語、日本語、国語も1だったと思う。Be quiet、はい、Be quiet でいきましょう、Be quiet で。ビークワ、はい、その辺はビークワでいきましょう。なんすか、松田さん、予約してくださいよ。いや、なんかあれ、スーパーの、ビークワっていうスーパーがあるんじゃないですか。なんすかそれ。はい、滑った。はい、松浦滑ったビークワイエットの略ですよ。あ、そうなんですか。ビークワっすよ。すいません、俺英語2だったんで。そのスーパー、リークワっすわ。そうそう、僕英語3なんで。あ、リークワなんだ。あ、そうなん、3なん。3なんですよ、僕。俺、オール1やねんけど、どう思う。あの中学校1年生ってね、はい、普通 A から Z まで書くだけのような試験じゃないですか、最初の試験。まあまあすげえ簡単なね。そうでしょ、はい、僕 D までしか書けなかったですから。え、なんでですか。こんなん間違えようと思っても間違えれない。日本人やからですよ。そうです、僕たちジャパニーズなんです。英語で言ってんじゃん。根っからの日本人なんですよ、僕。そうなんですよ、日本人だからって英語が A から D までしか分かんないですか、はい。そうなんですよ、D までですよ。あ、そうですよ、はい、ABC、D。そうなんですよ。よく聞こうな、入れましたね。 A はキスでしょ。あ、そうやって覚えた。保健体育のテストじゃないですか。そうやって覚えたわけです。そうですよ。なるほどなるほど、はい、D って何なんですか。え、 D って何なんですか。
B ですか。B クワで、B クワでお願いします。B クワでお願いします。なんかその今乗せられて言おうとしてまたコメントで黙れみたいな、黙れ死ねみたいな来るやつじゃないですか今の。ここで店長ミッションのやつボケてって言われてますよ。店長ミッション一発芸でコメント沸かしてって言われてますけど、はい、今日はね、はい、あいにくあのミッションに関しては僕が遂行するんで大丈夫なんです。お、そうなんですか。これに関しては僕は当てる気ないんで。はい、あ、今日はもう外し続けるという、はい。2週連続2時間全く当たりなしというね、快挙を成し遂げる特別ミッションを、そうですよ、ニードシンがやっていくと、いきますよ、ということで、もう みんな、皆さん、あれですよ、はい、あの YouTube とか見ながら見といてくださいよ、もうこっち見なくていいよと、いや、音声だけ聞いてくれれば、はい、もうそれで、ラジオ的な使い方してくれということで、はい、でちなみに今、アクセス数は、今、125人来ていただいて、ね、年末っすわ。はい、年末でまだやっぱクリスマスなんですかね、みんな。今ってもう特別番組やってます？もうやってるんじゃないですかね、特別番組。やってるんすか？やってるでしょ、そりゃ。勝てるわけないじゃないですか、僕が。え？特別番組に僕が勝てるわけないじゃないですか。何言ってるんですか、特別番組よりよっぽど面白いよ、お前の方が。え？え？何言ってるの？何すか？いや、もういいよ、本当、本当いいわ。そういう扱い…今日まず無機質で今日はまずちょっと最初のとこから戻るんですけど、あのクリンションって何でしたっけ。感情を捨てよう、今日はね、感情を捨てて頑張ろう。クリンションって、はい、というわけで今日もこのチャンネル木曜森口テーパーズコミッション爆走ルート69をお送りしております。クリンションナレーション入ってる。どうせウェスカー来たらビビって当てるんだろうって思うんですよね。いらっしゃい。それで当てれるぐらいだったら最初から当てますということですね。はい、そうですね。大丈夫、ミュートにしてるんで。ミュートにはしないで。いや、音声だけは楽しんでください。音声だけはせめて、せめて音声だけで、ね、せめて、じゃあ、松浦さんちょっと字幕つけてあげて、あの、いや、字幕、はい、何を、字幕、字幕、下に字幕つけてあげてください、はい、なんてつけるんですか。何言ってるんですか。このあるじゃないですか、テレビみたいな、こう字幕流れるじゃないですか、今喋ってる、今流れるじゃないですかみたいな。ああ、喋った言葉がすぐ、ね、そう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 、はい、いや、生いやらしいな、ほんまできないから。今日ちょっとお兄さん下ネタ多すぎませんか。じゃあね、もう風邪ひいてんねんもん。風邪ひいてると下ネタ多くなるっていう理由がよくわかんない。そうそう、風邪ひくとちょっと熱出るじゃないですか。よくわかんない。のぼせてるんですよ。のぼせてる？のぼせてる。溜まってるの間違いじゃないですか。溜まってます。溜まってる。ちょっとお兄さん、ちょっとお兄さん、はい、え、なんですか。ちょっとそろそろストップかけますよ。昨日嫁にね、はい、まあその2時間神戸イルミナージュに連れ回されて、はい、最後あの帰りやっぱ眠なるじゃないですか。なりますね。朝から起こされておったんですよ。歩き疲れてね。そうなんですよ、はい、で高速で眠なって、はい、ちょっとあうつらみたいなした瞬間にね、はい、クリスマスですよ、はい、特別な聖なる夜ですよ、はい、重くそ強烈なビンタ飛んできましたから、ね、マジですか。バチン言いましたからね。へー、いやそれあれでしょ、店長が運転してたってこと。あ、そうですよ。いやそれは飛ぶよビンタ。嫁が、はい、嫁免許持てないんで。ああ、それ店長が運転しててちょっとうつろうつろってなっちゃっただけ。そうですよ。いやそれはだって死んじゃうじゃんそんなので。2歳の子供が、はい、カーって言ってました。あのカー止まってたのって言いたいんです。ブーンってカーが止まってたみたいに。そう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 、バチン言ったんで。なるほどね、クリーンヒットしたということでね。クリティカルヒットですね、あれは。クリティカルヒット、はい、あ、痛恨の一撃が入ったわけですね。そうですね、まことちゃんでいう目飛び出すみたいな。よっぽどですね、あれね。グワジグワジグワジ、あれ相当ですね。はい、相当です。あ、ちょっと脳が揺れた感じですね。そうそうそう。あ、なるほど。顎を殴られたかもしれない。なるほどね、脳震盪を起こしたからね。だから今日ちょっと調子悪いんですかね、なんかね。そうなんですよ。でね、最後家着いたら、はい、普通ね、はい、今日連れてってくれてありがとうとか言うじゃないですか。まあまあ言ってもいいですね。言うでしょ。はい、お疲れ。四文字で終わされましたかね。まあまあでもお疲れってあっただけでいいんじゃないですね。そんな扱いですか、松浦さんの僕に。まあどうなんですか、うん、なんて言ってほしかったんですか。じゃあ、いや今日の夜は期待してるよとか。今日の夜は期待してるよって言ってほしいね、はい、そういうことを言うとやっぱグッとくるじゃないですか、はい、男っていうのはそんなんでグッとくるんですよ。そうなんですか。はい、え、今日はありがとう、今日の夜も期待してるよって言ってほしかったってこと。そう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 、もうみたいなのあるじゃないですか。あの言ってほしかったんですか。そうなんですよ。へぇー。へぇー。そうだ、コメント欄も完全に止まる。なんでちょっとリアルトークやったんですか。止まるわって話。あー誰もコメントしねえわって話ですね。え、マジですか、はい、今の
ツッコミどころ満載じゃないですか。主任ここで一発ギャグをってほら完全にコメント欄も無視してるから店長のトーク一切誰も拾わないから本当に。昨日の僕の出来事をする、はい、一緒にしないでください、カレーにする一緒にしないでくださいって言われるよあんただけだよって言われてるから。いやいやいや、もう男そんなもんっすよ。あーまあまあ気持ちはね、男なんて分からなくはないって、はい、そうでしょ、ね、はい、まあ夜もう頑張れとかはねどうでもいいですけど、まあせめてね今日一日ね、いろいろ楽しいとこ連れてってくれてありがとう。だって松浦さん、あれじゃないですか、この番組始まる前に、はい、デチャが抱きてー言うとったじゃないですか。え、はいはいはい、デチャがね、いや番組始まる前、松浦さんが言うとったんですよ。下ネタ多すぎです。いや、これ下ネタじゃないですか。通常トークです。タカジンぐらいやったらすぐ言います、こんなん。もうハンドル固定して打ちっぱなしでいいんじゃないかな、提案って言われてます。そうですね、完全にそうですね。そうですね、むしろ打たなくてもいいですよね。もう、ね、もうなんかもうこっち見ながらずっとこう喋ってるだけでいいんちゃうかなと思ってます。それでいい。えって言われてるけど、あのデッチャが抱きてとは言ってないですかね、俺はね。なんて言いましたっけ、あれ。え、あの何がでしたっけ。デッチャがじゃなくて脇が脇が脇がではない。ああ違います、はい、店長脇がでしょ。なんでそんなん言うんですか。もうなんかもう見てるお客さん全員、ね、あこいつ脇がなんやと思うじゃないですか。本人気づかないって言うじゃないですか。しょっぱい顔すんなよお前。店長のマイク切っていいんじゃないって言われてますよ。そうですね、はい、そうですねって。そうですよ、さらっともうゴーゴホ言うし、はい、下ネタ言うし、はい、大丈夫ですか本当に。リットン調査団ぐらい滑るし。リットン調査団ぐらい滑ったら結構すごいですよね、あれ。一流の滑り芸ですよね。そうですね、はい、あれ相当、あれ神がかってますから、ね、はい、あれ相当ですよね。抱き枕からしてほんまに来ないですね。いや本当に来ないですね。何してんすか、あの怪人。臭い確信って言われますね。ちょっとじゃあ2人で繋いでてもらってもよろしいですか。あ、いいですよ、はいはい、脇がのお店には行きませんって。おいお客さんが今ね確実に。おい誰やねんおい。1人減ったということでね。ちょっと待っててくださいね。あ、いいですよ、2人で頑張って。あ、全然いいですよ、できますか、2人だけで。いいとも、いいですか、いいとも、はい、あのニート氏にちょっとマイク離れてんで口近づけて。いいとも、あ、そうですね、はい、大丈夫です、お願いします。拾っていいや。え、拾っていいや。いいともとかそんなベタベタなやつはもうスムシでいきますんでね。まあ、いつもの松浦さんに戻ったっていうことですね、これ。あれ？あれ？松浦さんがいなくなった。まあ、あれですわ。あれ？シコシコタイムですわ。ちょっと待って。あ、痛い。で、結構熱そうじゃないですか、これ。いや、俺もですよ、俺も。僕3っすよ、今。かけ3っすよ。俺かける5やからな。はい、5だと？そうそう、もう。算数も。戦闘力5の人間だと。算数もずっと2位やったんでね。あ、そうなんですか。計算できないんですよ、僕。あ、そうなんですね。はい、了解です。いやいや、もっともう膨らまそうや。了解です。お前当たるんちゃう、マジで。これ当たんないっす、大丈夫っす、余裕っす。いや、ほんまね。いや、もうほんまにね、ちょっとあれやってや、なんすか、なんすか、なんすか、バンないじゃん。誰やったっけ。誰やった。バンドエイジ。バンドエイジ、はい、めっちゃ似てるんすよ。アドで東のバンドエイジめっちゃ似てるんすよ。おー、すいません、止まってる、ちょっと待ってね。アドで、お、ライブモード入るんちゃう、これ。止まってる。ゆで卵がで、これライブモード入るんじゃないですか。ごめん。あ、ゆで卵がで。ゆで卵がで。どうしよう。すいません、はい、技術者いなくなった途端に止まったなんて申し訳ないね、本当にすいません。あ、すいません。2人で喋らせるのが危険すぎるというね、ニコ生の判断かもしれないですね。完全に止まりましたね、一瞬。申し訳ない、すいません、ありがとうございます。あ、ニコ生自体が落ちたってやつですか。いや、またなんかニコ生人が多いとちょっとトラブったりするんですけど、はい、あの俺がいなくなった瞬間に完全に映像が止まって、はい、あのもう二人だけには絶対喋らせないというね、強い意志を感じましたね。そうっすか、はい、なんでなんすか、今繋いでたんですよ。待って、めっちゃバンドエイジのモノマネとか、あの、はい、しょうもないことばっかりやってたですよ。ゆでタバコがで、はい、ゆでタバコがで、そんなこと言うからそれは止まるよってね。アドで、すごいな、松浦パワーって言われてますけど、ね、アドで、ゆでタバコがで。まっちゃん頼むで、ほんまに。すいませんね、本当に申し訳ないですね。ゆでタバコがで。どうしよう。はい、じゃあどうしますか、抱き枕川瀬さんちょっとチェンジですか。そうですね、ちょっと待ってくださいね、マイクとか、はい、つけていただいて。あー、ちょっともうこれ見てわー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 雑くれわー、ゆで卵がでー。うるさいね、そればっかりやん。それしか知らないですよ。そう、
ちょっと待ってくださいね今。はい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 、はいはい、来ました。はいはい来ました。二次元大好き。はい来ましたよ。はいいただきました。二次元大好き抱き枕母さんがね、いただきましたよ。店長何嬉しそうに打ってるんですか。いただきましたよ。当たった？マジで？キュインキュインって言いましたもんさっき。あ、そうなんですか。絶対嘘っすよ、はい、全然嬉しそうじゃないじゃないですか。絶対嘘っすよ。だって誰もそんなのね、なんでそんなつまんなさそうな顔してるんですか。どうせそんな、まあトロッと出るぐらいでしょ、当たったとしても。チェッカーズみたいな頭してるじゃないですか。いや、なんかお前も言われたんですけど、チェッカーズってこんな頭してましたっけ。マジですか。なんか昭和な髪型なってるじゃないですか。いやいやいや、ひどい、今完全に侮辱されましたね。いや違いますよ、昭和な髪型とか。僕を脇が言うからですよ。脇が言うから、代わりにお前は、お前髪型昭和だろみたいな。いや、ひどいですね。やっぱ昭和の方がいいっすよ。え？トミーズマサみたいな頭のデカさしてるやん、もう。デカさ、あれには負けますよ、ほんまに。昭和の方がいいですよって急にね、急に入ってこられてもね。そうですね。はい、こっちもちょっとおんおんみたいな。おんおんしか言えないですね。皆さんあれじゃないですか、昭和生まれじゃないですか。いや、昭和、平成生まれの人いるんですか。平成生まれって今何歳なんですか。何歳。20超えてるんですか。4?3?3?4 ぐらいぐらいでしょ。そうっすよ。はい、マジマジマジ。そんなん言ってるんですか。言ってますよ。そうっすよ。はい、すごいですね。平成何年ですか今。今平成26年。平成26年ですか。平成25年でしょ。そんな進んでましたっけ。はい、お茶がうまい。あれ全然。ちょっと待ってくださいよ。平成1年。平成1年生まれだそうですよ。62個目さん。62個目さんは、はい、あれ何歳ですか。何歳ですか。え、26?え、26やったら僕と一緒っすよ。24か5かって感じ。あ、で、あ、ニート氏には僕昭和26で昭和に、あ、62年生まれっすよ。あ、昭和の63年の途中に平成になったんですよね。そうですそうです。はい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 。あ、逆ですね。え、そうですね。はい、僕どういうコメント残したらいいですか。何がですか、どういうコメント今のに対してどういうコメント残したらいいですか。いや別にコメントとかなく、あのすごく面白いことを言っていただければ全然いいだけ、それだけの話。簡単なお仕事です。あ、そうですか。客を沸かせばいいだけの簡単なお仕事ってやつです。あ、そういう M フロー的なやつですね。M フロー的なやつかどうか。お客様を沸かしたらいいわけですね。いや、まあまあ簡単でも、もうエンターテイナーになっていただければいいだけの簡単な。松浦さん全然拾ってくれないですからね。簡単のお仕事なわけですね。店長脇がなんて言われてますけど。あ、24っすって24歳らしいですよ。あ、ほんますか、はい、24歳の脇がですか。いえ、脇がはあなたでしょ。あ、俺か。はい。あ、ということで、抱き枕母さん来ていただきました。どうもこんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。ちょっと店長が、ちょっと体調が。お疲れ様でした。こんばんは。ちょっともう陣痛が激しくなってきた。お疲れ様でした。店長の代わりに今にも倒れそうな顔をしてますので、はい、ちょっと変わります。そろそろ本当に生まれそうということでね、はい、ちょっと破水したんで、はい、やばいですね、はい、あれですか、また相変わらず主任の方は。あ、順調です、はい、順調ですか。順調に通常時を淡々とね、皆様に見ていただけてるというような状況ですね。ニートも脇がって言われてますよ。違いますよ、脇がだよ、だから森口行っちゃダメよって言われてます。ちょっと待ってくださいよ。あの、陰金タムシですよ。あ、なるほど、はい、脇がではないけど。ちょっと待ってくださいよ。怪異系の方ということでね。インポテンツですね、インポテンツ。なるほどね。はい、じゃあ店長、言いたい放題ですね。あれ店長、はい、聞いてますか。はい、マイク切りますよ。嫌です。え、ダメなの。あ、切るんすか。もうどうすんですか。いや、切るんですか。すいません、俺が聞いてるんですけど。店長、もうマイクだけ入っとってくださいよ、もう。あ、じゃあ事務所からマイクだけ。これ入るんすか。あ、どうですかね、ちょっとやってみますか。はいはい、入るんすかね、わかんないです。映像はもう一切見ないと。はい、音だけでやると。そうですね。なるほど、音だけで。あ、でもバリバリ言ってますね。あ、ちょっと雑音入ってますね。はい、あ、じゃあ切ります、さよなら。あ、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。何親左だれということで、今ね、破水した店長の代わりに、抱き枕川瀬さんにね、来ていただきましたので、よろしくお願いいたします。あ、僕はすぐ当てるんで大丈夫です。お、まあ、さっきもね、店長はね、一応ちょっと当てたんでね。そうですね、はい、まあ、当ててないのはね、相変わらず。いや、もう無視してもらっていいです、隣は。見事ね、当たらないんです、これちょっと危ないパターンじゃないですか。当たらない男ということでね。なんか歌ってるやついますね、本当にね。なんかね、遠くの方で声聞こえるんですけど。何か聞こえますね、ボコボコ言いながら歌ってるやついますね、本当にね。バイバイ脇がって言われてましたね。言われてますけどね。店長、脇もう切ってくれ、もう。切りますよ、本当に。いいですか。はい、じゃあまた後でね、お願いしますね。はい、セイエス。はい、セイエス。はい、というわけでね、まあ、謎の匂いはね、
事務所の方に去っていたということで。あ、松浦さんすいません。はい、何ですか。ちょっと川瀬、あの、途中参加なもんでミッションが分かってないんですけど、教えていただけませんか。ミッションですか。あ、まあ、ミッションは形だけであまり関係ないんで全然大丈夫ですよ。ミッションなんですか今。はい、いや、え、分かってますこの番組の趣旨。ミッションをクリアしないと店長が罰ゲームしなければいけないという番組なんですけど、僕なんか違うミッションじゃないやつやってたような気がする。あ、まあ、ニート主任は、はい、あの、2週連続でね、大当たりを引かないというね、快挙達成を目指して一人で頑張っていただくというね、はい、オリジナルミッションなんですけど、川瀬さんどうしますかね。まあ、一応ミッション紹介してもいいんですけど、まあ、誰も興味ないというね、あ、はい、そうなんです感じですんで、一応見ますか。前回転リーチを出す、初代リーチ演出を出す、プレミアムエンディング過去20連一発芸でコメント欄を沸かす、ウェスカーが登場し各編大当たりを引く、このね、5つのうちどれか達成でミッションクリアとなってますんで。なるほど、はい、ウェスカーが各編ですか。ウェスカーが登場して各編引くのもいいんですけど、なんかハードル上がってますね。まあ、ウェスカー登場するだけだったらもうね、あの、いつ登場してもおかしくないような状態になってますんでね。、はい、まあ、登場していただいて一発引いていただかないとね、やっぱりね。さあ、いつ出てきていただけるのか。はい、ウェスカーが来れば OK と言われてますね。ミッションさっきから無視やんってね、完全にそうですよ ね、 本当にね。あれですか、お客様は、はい、あの、視聴者の方々は、はい、ウェスカー希望なんですか。いやー、どうなんですかね。もうウェスカーもちょっと飽きられてきてるんじゃないですか。あー、きっと、はい、チャンスですよね。え、チャンスですよ。何ですか。ウェスカーに代わる何かキャラを作るチャンスです。いや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 、ウェスカーの、ウェスカーを乗っ取る感じですか。無理あるでしょ、それ。無理あるんですか。無理でしょ。いや、ニート氏になったらいけるんじゃないですか。僕はもう今ちょっと喉があれなんで。あ、やばい。ニート氏にもやばい。そうですね。ニート氏も風邪ひいてるんですか。僕ちょっと治りかけなんですけど、またちょっと再発しつつありますね、これ。いやー、そうなんですか。はい、今年の風邪、あの、本当にしつこくて、俺もなんか1ヶ月ぐらい咳がなんか止まらないような状況で、まだ未だにちょっと咳が出るような感じなんですけど。あー、もうそれですね、ほんまに。あ、そうなんですか。去年、あの、声出なくなったんですよ、ほんまに。え、そうなんですか。はい、ありましたね、そんなこと。あの、インカムで、ね、あの、トランシーバーみたいなんで喋、はいはい、るときも、あの、声裏返ってるんですよ、常に。あー、ね、あの、お店の中は広いんでね、そうです。あの、無線でみんなでこう連絡取ってね、動き、はい、見たりするんですけど、連携取ってるんですけど、はい、僕の声だけ一切通じないっていうね。あ、声出なくなるとか仕事にならないんじゃないですか。そうですね、もうほんまに、はい、お客様に対応したとき大変申し訳ないなと。あ、多分僕が言ってることは何も伝わってないと思います。なるほどね。ありがとうございます。なんかこの真面目トークは、ね、ありがとうございますとかいらっしゃいましたが、言ってるけど全然伝わってないというか、ね、伝わらないと。あ、それはあれですね、クレームになるパターンですね。そうですよ、はい、あいつ何言っとんねんみたいな感じで多分思われてましたね、あの時は。口は動いてるけど本当に声が出ないみたいな。いや、でもほんまにもうガラガラというか、はい、ガラガラですね。ガラガラというかガラガラ、はい、ガラガラでいいんじゃないですか。でもほんまにその限度を超えたらほんまに声が、はい、出ないんです。なるほどね、はい、まあまあわかりますけどね。最後にウェスカー来て土下座して帰るんやろって言われてますけどね。、はい、まあ、バレてる感じですね。いや、ウェスカー来てほしい。脇がーって言われてますね。ジルになればいいんじゃない、ウェスカーだけにね。これ、はい、脇がーって言って、脇がーって自己主張してる人がいますね。何ですか。え、クレーンションですか。脇が、そう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 。今日はあれですか、脇がネタで引っ張る日ですかみたいですね、どうやらね。なるほど、はい、多分まあ見てる方の映像からもね、ちょっとプンプンに酔ってる感じなのかなっていう感じですね。すいません、もう、はい、うちの店長が申し訳ないです。まあ、店長ほどのね、強烈なやつになるとネットを通じて匂いまで伝わるということでね。はい、ご迷惑をおかけしておりますけどもね、ご容赦いただければなと思います。はい、いきなりカチカチ玉の音が目立つようになってきたねということでね、静かな二人の証拠やねということ。ほらね、これはね、はい、まさに辻元店長が書いてると思われます。あ、そうなんですか。はい、辻元店長がもっと喋れと。そう、そういうことです。なるほど、トークでつなげる森口であれと。なるほど、いうことなんで発砲をかけてるわけですね。そうですね。お、バレたなって言われて本当に書いてんのかよ。本当に書いてんのかよ。身内コメントやめてもらえますか。大体わかります。はい、その辺はわかります。匂いがひどいやつが隣に座った時の絶望感は半端ないよなって。ああ、俺もね、経験あるんですけどね。 あれ、たまに本当にね、たまにね、そういう方いらっしゃいますんでね。正直、はい、朝から打っててそういうパターンだとやめたくなるんで、はい、いや辛いですね。いや、でもね、そういう人も別に悪気があって匂ってるわけじゃないと思うんですよ。まあ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 、そうですね、はい、だからね、はい、そういうところはやっぱり言わない方がいいと思うんですよ。え、何ですか、何ですか。はい、あ、それ、あの、守りに入ってます。何用語ですか、何用語ですか。いや、でもそうなんじゃないんですか、やっぱり一族を守ろうとしてるわけですか。一族、いや、多分自分も脇川族を守ろうとしてるわけですけど。いや、もうね、脇川だってね、はい、
別に悪気があって、まあまあまあ、でもそうですよね、それは本当にそうですよね。あのでもたまにね、脇がじゃないですけどね、明らか風呂入ってないやつとかいますからね。それはね、はい、どうしようもないです。いや風呂には入ってのみたいなね、あの言うのはね、思います。俺夜行バスとかでね結構乗って東京行ってたりとかしてたんですけど、バス乗ってね横にね明らかにねオタク風で風呂に入ってないようなプンプンに酔うやつとかね、それ嫌っすね。朝までこれとか絶対無理だろみたいなやつがたまにいたんでね。コミケとかね、ああいうなんかでっかいオタク系のイベントの時とかね、あれはすごいですね。こっちは仕事で乗ってるんですけど、そういうねイベントに行くために夜行バスでね行くとかいう人ってね、こう結構かぶっちゃったりするんですよ。はい、川瀬さん大丈夫ですか？ちゃんと風呂入ってますか？川瀬さん、こう僕は大丈夫ですよ。本当大丈夫ですか？僕はあの綺麗な方のオタクなんで。ああ綺麗な方のオタク、はい綺麗な方です、はい。まあぜひ、ね、まあ並ぶ時も綺麗でありたい、大丈夫です。並ぶ時も綺麗でありたい。いやもちろんだって周りに迷惑かかるじゃないですか。なんかもう思いっきり、はい、シャツの上に粉乗ってるとか見かけるんで、ね、あんなんは絶対嫌です。コミケとかでもね結構多いんですね、そういう人。気をつけてくださいよ本当に。臭いタバコ吸うやつは辛すぎるとかって言われてますね、本当にね。ガラムとかですね。なんですかね、柔道部の道着並みに臭いからな、東って言われて相当じゃん、これ相当じゃないですか、これ。水道代払えない人もいるんですって。そうなの？水道って本当になかなか止められないよ、よっぽど滞納しないと。そうですね。わー、これやばいな、これやばい。毛が服にべったりついてるやつとかドン引きってね、まあ脇がは仕方ないですけどね、身なりは気をつけようと思えば気をつけれるんでね、気をつけてくださいよ、本当に。オルオルやなぁって言ってますね。ハマり台打ってるやつのため息がめっちゃ臭いとかあるよね。ああそうなんだ。それ歯磨けってやつですか。なんですかね、ため息が臭いって。そうなんですかね、ハマってるだけにね、ため息いっぱいつくって感じですか ね。おっさんの息とかやばくない？ああ、まあまあまあね、おっさんもね好きで臭いわけじゃないんでね、なかなか辛いところではありますけど。ああゲージさん言ってもた。いや剣道部だなって柔道部か剣道部なんてどっちでもいいんだよそんなの本当に。なんですか、拾ってもらえてない感じですか。何がですか。あかんかん、シレットゲジさん、あかんかんかん、あかんよ、これもあかんよ。ゲジさんで4点敗。またあれですか、ボタンは自分で回してます。来ないでしょ、どうせそれぐらいじゃ。本当に真面目な話、視聴者を煽るだけ煽って当てないのがニード主任です。あの平和さんの緑保留はほんまにもう僕あれですね、はい、空気です。いや金で蛇並みに空気です。蛇並みに、ウロボロス並みに空気があると、はい、あそうですね。松浦疲れたかって、疲れてないよ大丈夫だよ耳がって言葉だけで臭そうじゃない。耳がっていうのはあんのかな。耳がって何ですか。何ですかそれ。耳がの間違いじゃないですか。いや耳がの間違いじゃない、じゃないですか。脇がならぬ耳がってことだ。あ耳が臭いって意味だ。耳が臭いって、あの豚の耳みたいな、耳がみたいな耳がって言いたいだけでしょ、だから耳がじゃないってだからさあ見事外れたということで、ね、はい、ありがとうございます。予想通りね、はい、緑保留の疑似さんはきっちり外してくれる。そうですね、いい年ですね。余裕です。はい、ボタン強打してるおばはんとかマジ不愉快。あボタンね、優しく叩いてね、本当にね。そうですね、お願いしますよ、壊れちゃうんでね。明日も面白くない、耳がって言われてました。松浦拾いきれてないやん。そうせやなって言われてるけど、まったりしだしたな。あーそっか、あのガンガン行けよって、まったりモードですよ今。そうね、ちょっとね嵐が去ったって感じでは確かに、ね、はい、ありますのでね。川瀬さん頑張って喋ってくださいよ本当に。はい、お願いしますね本当に。店長裏で見てるんで、はい、ちょっと怖いです。怖い、あとあと怖いです。何がですか、大丈夫ですよ本当に。大丈夫です、全然ディスって大丈夫ですか。いや、はい、俺は責任取らないですけど。ディスりましょう。はい、店長の嫌なとこトークしてください、お願いします。あ、まったりとかいらねえよって言われてる、ね、はい、飛行ついてくるとこですかね。そうですね、飛行ついてくる、はい、あの方はちょっと北斗神拳どこかで習ってきたんで、はい、よく刺してくるんですよね。へえ、そうですね、北斗神拳どこで習ってきたんですか。刺して、その刺された側が嫌がってる顔を見るとすごく喜んだ顔。そうなんですね、典型的な嫌なやつじゃないですか、それ。サディスティックなところはありますね。うちの役職はもう全員もう1回飛行疲れてるんで、はい、へぇ、安倍氏状態なんで。ああもうあと何秒かの命みたいな。あと何秒かでボンですよ。ああそうなんですか、はい、一歩でも動いたらボンだって。そうそう、ああそうなんですか。ご愁傷様ですとしか言いようがないですけどね。波乱求めてんだよって言われてますね本当にね。え、波乱求めてんだよ安定した放送なんかしてんじゃねえよっていうねコメント入ってますけどね。北斗神拳俺は天才だとか言ってんじゃねえって言われてますよ。アミーバみたいな感じなんですか。ああエセ北斗神拳ですね。そう飛行ついて、あれここじゃなかったかなみたいな、そんなこと言ってそうですよね。いや、しっかり痛いとこついてきますよ。そうですね。あ、そうなんですか。そこはもう見事に
見事ですよ。痛いツボをついてくると。それはそれは見事ですよ。ああ、そうなんですか。はい、体のどの辺ついてくるんですか。脇あたりであるんですけど、もうほんまに、はい、辻元店長を後ろに立たせないですからね。あ、なるほどね、はい、立ったらもうみんな、こうガード固めるんで、あ、来るっていうね。そうです、そうです、ね、後ろですか。そうです、そうです、そうです。頭的なあれじゃなくて、それはマネージャーですねマネージャーは僕の後ろに立って立ち止まるっていう。あ、ピクってなるわけです、ね、そうです、そうです、はい、アズマは顔大きすぎて画面に入ってるって言われてなんですか。俺は天才かとか言ってんじゃない。うん、間違ったか。遠近法使っときました。遠近法出た。毎度おなじみ。あ、嫌な客あるあるをね、なんかコメント欄で言われてます。ボタン押せって言われてるのに押さない人たちって楽しいのって言われてますよ。これどうなんですか。いや、それこそオカルトじゃないですか。東さんは、はい、押せって出たら押す方。僕はギリギリで押すタイプですね。ギリギリ押すタイミングとかは関係あるんですか。ゲージみたいな最近出るじゃないですか、はい、時間ほんまにギリギリらへんで押すっていう。それ何、先には押さないってこと。そうそうそう、出た瞬間には押してやらんっていう。ああ、もうちょっと溜めて。そうそう、ちょっとツンデレな感じで。なるほどね。で、最後の最後で押すと。そう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 、たまにこうやそれやってて、はい、押せてなかったとか失敗するとかね、はい、溜めすぎて。そうそうそう、 ありますね。まあどうなんですかね、押せって言われて結局あれ押しても押さなくても結果一緒っていうのを分かってる方は。そうなんですよ、ね、ボタン叩いたから当たるっていうことはね、はい、特にないんで、はい、そんなんね、ボタン連打で大当たり引けるんやったら僕爪押してますよ。もうそうです ね本当にね、16連射してると思うんですけど。そうですね、はい、スイカ割りますよほんま。川瀬さんは押せって言われた時。僕はもう完全に空気やと思ったら押さないですね。お、押さない。なんか虚しくなりませんか、押したらシュンみたいな。あ、まあまあこれはないだろうっていう時は押さないって感じですか。そうですね。あ、もしかしたらみたいな時は。もしかしたらの時は絶対押します。ああ、その時は押すんですか。なんかやっぱり押さないと見れない演出っていうのがあるじゃないですか。なるほどね。まあ結果だけでいいっていう人とその途中の経過もちょっと見たいっていう人で、もう押したり押さなかったりするのかなっていう感じはしますけどね。まあもうそれはもうほんま好き嫌いというか、まあまあそうですね、そんな問題じゃないですか。そうですね、はい。客が足を椅子の上に乗せているやついたから注意してくださいね。あ、もうそれもちろん飲んでさせていただきます、はい、見てるだけで森口のイメージ崩れますので。そうですね。あ、そんなやついるんですね。でも他のお客様も遊戯される台なんでね、さすがに足置いていただくと、はい、やっぱり不愉快になるかな。それはちょっとよろしくないですね。そうですね、はい、さあ雷雲モード小当たりゲットですね。残念。あれ、これマックスミドルって言われてますけど、マックスですね、これ。マックスです。はい、森口はマックスしか打たないということで。アズマックスです。アズマックスではないですね。マックスですね。全力でやってください、はい、崖の上に人がいたら押す方って言われてますよ。なんすか、なんすか。崖の上に人がいたら押す方。それは確実に押す方です。押す方なんだ。押す方なんだ。説得しないんだ。押すんだ。そして船越に詰められるっていう。ああ、カサスになるわけですね。そうです。ああ、なるほどね。崖だけに。崖だけにね。崖演出になるわけですね。そうですね。ああ、なるほどね。マックスありがとう。アズマックスと同じこと言ってる人がいるなんて、ね、ありがとうございます、はい。ポニョルナって言われてますね。ポニョルナって何すか、何すか。ポニョルナって言われてます。ポニョル、はい、ポニョル、崖の上のですか。ああ、そういうことなんですかねルパンのボタン回転確定だと思ったやつ。ああ、あれですね、空気です。上皿のところについてるね、ボタンがね、こうくるくるくるって回るんですけど、ね、ちょっと熱いっていうか、もしかして激熱みたいなね、気はしなくもないですけど。全然これでも大地さんのパクリじゃないですか。第一は、ま、もう回るんでしたっけ。回りますよ。震えるんですよ。震えるんですよ。タイタニックの時から回りますよ、ね、ああ、そうなんでしたっけ。ああ、じゃあパクリということでね、平和さん気をつけてください。はい、よろしくお願いします、はい、空気の演出とかいちいち面倒いとかで言われてます。そうなんですよ、ね、そうなんですよ、はい、僕もその方ですね。あ、そうなんですよ。だから僕は押さないと。なんかあれですよね、周りの方にあいつ何熱くなってんねんみたいな感じで見られるのが、見られるのが嫌だから。ああ、まあまあ気持ちはわかりますけどね。まあなんか軽くちゃんとね、ちゃんと押したりすればいいんじゃないかなって俺は思いますけどね。結構前に出たあのステルスブラックかなんかが3強の台なんですけど、はいはいはい、リーチかかるだけで 20% ぐらいの期待とかあるし、ね、ステルス、はい、そうそうそう、それぐらいがいいっす。いや、だからなんかあれよくあるじゃない、言うじゃないですか、お客さん的に、はい、外れるリーチいっぱい出てくるよりは、もうリーチ出ただけで熱いとか分かりやすい台の方がいいよって言って三強が真に受けて作ったら全然入らなかったっていうやつでしょ。エヴァとかもなん
6か7でしたっけ、はいはい、ちょっともうガセっぽいのいらないから熱いのだけにちょっと固めていこうよって演出減らしたらもう即飛びになったっていうかね、伝説のエヴァとかあるんで、あ昔のエヴァなんかもあれですもんね、はい、ステップアップ1でも絶対リーチになりましたもんね、まあ、ちょっとね熱いやつとかありましたけど ね7ぐらいから確かそれがなくなって6か7ぐらいから、そうそうそう6かな7かな、いやでも3が一番おもろかったっすよ、即飛びしたエヴァがあると思うんですけどね、キセカチが一番おもろかったっすよ、キセカチは名機です ね、 本当にね名機ですよ、はい、けど高いで、金2200両の時とかは押さない、これけど高いって何ですかね、何ですか金、金200両何ですかそれ、いや分かんないです、何ですかね金200両、分かんないで飛ばしましょう、駅のホームで人がいたら押す方って言われてますよ、そうですね確実に押させていただきますね押しちゃダメです、いろんな人に迷惑がかかりまくるんでやめた方がいいと思います抱き枕弾けちゃえって言われてますよあーもうこれも絶対身内じゃないですか、はい、そうなんですか、抱き枕爆竹飲み込んだらいい感じになるんだねってことで、あーあーーちょうどあれですか、いやこれもそれ放送事故になりますよね、弾け方が足りてないということでね、はい、じゃあ爆竹飲みながらやっていただくということで、なんで抱き枕なんて言われてますよ、あー出ましたね、はい、なんでなんですか、もうそれ松浦さんのセンスですよね、もともと、もう本当に真面目に答えるんですねそこはなんか面白いこと言ったりする感覚は、ほんまもう夜な夜なね、はい、なんか女の子が書いてる抱き枕を、はい、おか、あ、なんで、おか、おか、てんてんてん、ダメですよ、抱いて寝てるっていう、なるほどね、はい、はい、生身の女性はいらないと、はい、二次元専門であるということでね、はい、抱き枕川瀬さんという名前になってますけど、そうなんですよ、これ、しますか、初めてね、抱き枕川瀬さん登場したのがテスト放送の時だったと思うんですけど、 そうですね、それから何回か放送していくうちに、キコの森口店、今景品コーナー抱き枕ってあるんですけどお子様向けの一緒に寝ようってアンパンマンの絵が描いてある、そうですね、あります、いやこれ完全になんかね、放送でなんか関係あるのかなとかって俺思ってるんですけど、あのクッションがまた肌触りすごくいいんですよ、あそうなんですか、そうなんです、人気の景品ですか、めっちゃ人気あるんですよ、あそうなんですか、はい、じゃあぜひね森口店遊びに来ていただいて、そうですね、抱き枕、お子さんに、はい、抱き枕川瀬さんの、そうですね、抱き枕を持って帰っていただければ、僕が抱いた後でよければ抱き枕川瀬さんを抱いちゃうんですか、先に抱いた後でよければどうぞ、先に抱いた抱き枕を、あ、はい、あ何やったら今から全部抱きに行きます、あ景品として使うと、はい、いやまあまあそれはそれでねプレミア感があっていいんじゃないですか、ほんま抱きたがりですね、はい、これ抱きたがりですね、抱きたがり通報しましたってやってますね、あ、はい、抱き枕を使うから G 抱き枕さん抱き枕の使い方はって、そんなんね放送で絶対言えないんでやめてください ね、 そうですね、はい、ちょっと恥ずかしいんでやめてもらっていいですか、はいちょっとこれ以上は、はいはい、普通に抱いて寝てると思っていただきたいです、ね、普通に抱いて寝てるだけじゃないということですねじゃあね思っていただきたいということはね、はい、そこはノーコメントで、まあ、どういうふうに使うかは、ノーコメントということでね、まあ、ググっていただければいろいろね、あググってください、使い方出ると思うんで、まあ、もし僕がでも抱き枕持ってたら、はい、とりあえず店長に怒られた時にストレス発散でも、はい、ああボコってね、抱き枕ボコってストレス発散ってね、 そうですね、そんなことしたら抱き枕の絵が泣くじゃないですか、ダメです、優しいですね、いや抱き枕の絵が、抱き枕に優しいですね、やっぱり抱き枕の絵が泣くじゃないですか、ねえ、はい、ダメですよ、女の子はそんなバカなことはあるわけないじゃないですか現実、ね、現実急に現実的なこと言ってますけど ねそれはもう3次元の発想ですからね、はい、いや僕はもう生身派なんで、あなるほど、はい、生々しい彼女がおしっこ漏れそうって言ったらお腹を押す方って言われてますよ、ああそれちょっと、はい、失禁はちょっと勘弁したい、ああ失禁は勘弁、押さない、押さないです、はあ、どっちかっていうと押す、はい、押します、あ押しますっていうと押す、押しちゃう方です、はい、S な2つ、はい、と M な川瀬さんということでねキャラクターが今分かれましたね完全にね、はい、やっぱそれはでも押さずにいられないんじゃないかな、いやちょっとね結果がどうなるか分かって いながらちょっともう怖いもの見たさで ね、 でね押してしまうみたいなね、ゲテモン好きでいいんでしたっけありますね、まあまあでもほんまにそういうね崖であったり、はい、電車であったり、はい、おしっこであったり、はい、おしっこ、はい、ねえお腹ね、僕もチキンなんで絶対押さないですけどね、押さない、はい、急に真面目トーク始めそうですか、ね、なんかちょっと悪い人みたいになってきたなと思って、ちょっとキャラの方向性をちょっと修正しようかなみたいな、修正中なんで、あなるほど、ね、そうさせるわけにはねいかないんでね、はい、もうどんどん押しまくるということでね、はい、よろしくお願いいたします、あずまクリスマス何してたんって言われてますよ、聞かないでください聞いてあげるなってその下に書いてあるんですけど、何してたんですかマジで、いやもうほんまに、はい、いやだから僕特殊任務をはいはい、え
特殊任務やってたんで、はい、あ、今キティちゃん抱き枕が今差し入れられましたね。あー、いい感じにキモいですね、本当にね。こんなんででもね、はい、家やったら多分収まらないですよ、ほんまに。いやそうですね、これちょっと僕には小さいです、ね、挟みたくなりますよね。もっとあの上から下まであるやつをこう、あー、等身大のね、はい、等身大の抱き枕じゃないとね、リアル感じですね。まあでもこれでも半分ぐらいの力出るんで。なるほど、パワーアップしますか。パワーアップします。あ、じゃあ頑張って当てていただければと思いますね。はい、川瀬さん何気にまだ当たってないですよね。まだ3回転ですよ。何気に当たってないです。まあ東さんはね、安定のまだ当たってないです。そうですね、はい、予定通りは当ててないですけど、ちょっと前回の一騎当選がスタート良くて、はい、あとシュンみたいな感じだったんで、はい、ちょっとそうならないように、はい、あの今回は後からこう上げていく感じで。そんな言い訳からとっとと当てていただいて大丈夫ですか。はい、お願いしますね。ちょっと抱き枕の子も来たことなんで、はい、お願いします。そろそろ当たると思います。本当ですか。適当なことばっかり言ってながら。適当じゃないですよ。年末年始のいい過ごし方教えてくださいって言われてますよ。過ごし方、はい、でも空もこたつで餅食って寝るでしょ。あ、スコッキコーナーに遊びに来てとかではないんですか。来てください。キコーナであの閉店まで打って、ね、はい、キコーナでこたつ入って、はい、餅食って寝る。ちょうど時間的にも、はい、あのいい時間になると思うんで、そのまま成田さんかどっかに初詣行ってもらって。あ、なるほど、ね、でちょっと朝にはまた戻ってきてもらう。なるほどなるほど、まあ、初打ちはね、はい、キコーナ森口店でやっていただいて間違いない、はいはい、でハンドル握りながら、はい、あのこたつ入って餅食って、ね、寝る。なハンドル握りながらこたつ入れないから。こたつ持ってきていいの。持ち込み OK ですか、こたつ。あ、まあ、こたつに関しては、はい、ちょっとここに置けるぐらいの大きさなら大丈夫です。置けるぐらいのこたつなら大丈夫ということで、ね、膝掛けサイズの超ミニこたつ、まあ、こたつが持ってこれないっていう方には、はい、膝掛けも用意しておりますので。膝掛けサービスはあるということでね、はい、ありますので。じゃあこたつがない方はね、ぜひ膝掛けの方に。あ、なんやったら抱き枕持ってきてもらってもいいですよ、はい、あ、抱き枕は持ち込み OK ということで、はい、OK です。なるほど、抱き枕さん顔見せてくださいって言われますよ。あー、実写版開始ですね。あなたは抱き枕さんじゃないからね。てかあと30分じゃねえって本当だ、やべえ、あともう20分しかないわ。余裕っすね僕。あの試合時間あと10分ぐらいです。僕余裕っすね。これ本当に時間早かったな。僕今500ハマってますね。いやー、ミッションクリアっぽいですね。ちょっと本当に、ね、ちょっと簡単なミッションすぎましたね。いやー、すごいですね。舐めてましたね。そうですね、まさかね、2週連続2時間全く当たりなしとかね。いやー、もう最近ね、あの、はい、ほんまにパチンコの引きやばいんですよ。逆にやばいってことね。でもあのスロットやったら勝てるんですよね、はい、今のなぜか、はい、パチンコ打ったら、はい、あの全部持ってかれるんですよ、スロットの勝ち分が、うん、あ、全部そうです、うん、どんだけ入れても全然当たらない。全然当たらないです。あー、恐ろしいですね。いや、もうほんまに何なんですかねこれ。なんか取りつかれてるんじゃないですかね。ほんまに、いや、ほんまに。誰、あ、俺も春日抱いて寝てるよって言われてますよ。え、何ですか。春日抱いて寝とるよって。あ、春日いいっすね。春日の抱き枕抱いて寝てるよって。春日いいっすね。私をどんな風に抱いてくれるって言われました。誰、優しく、はい、優しく抱くということで、ね、仲良くなるそうな方に出会えたら。絶対 100% 男ですけど、ね、でしょうね、はい、こすってんのかって言われてましたよ。こすってはない、優しく添えるだけっていう感じですかね。優しく横にそっと添えるだけ。なるほどね。松浦もリアル開示に天正十字砲放てやと、ね、あー、もうこれ店長じゃないですか。これは辻元店長ですね、はい、ですかね、はい、まあ、天正十字砲はね、サウザーさんに放っていただくということでね。サウザーまた今日も出るんですかね、はい、もしかしたら大きくなったの小僧がね、多分もうそろそろ出てくるんじゃないかなと思うんですよね。今日はよろしくお願いしますね。キモーでウェスカー来ないな、がっかりだよ、ウェスカー来てくれって言われてますね。ウェスカーさんはちょっと今日はどうですか ね, ね、もしかしたらサウザーさんの方が来るかもしれない。ウェスカーさんとサウザーさん別なんですか。別です、別扱いですよ。めんどくさいな、その設定。本当に特殊任務って何って言われてますけど、さっきね、ニトシに言ってた特殊任務って何なんですか。特殊任務ですか、はい、これ喋ると僕の命消されますけど大丈夫ですか。もうそんな細かい、なんか細かい設定入れてくのめんどくさいんで。いや本当に、はい、ちなみにその特殊任務には僕も同行してたんですけど。え、そうなんですか、はい、2人で任務遂行してたんですか。同行したとか言うてますけど、はい、一切手伝ってないですか。じゃあ手伝いましょうか言いましたけど、なんか行くわ言うて一人で行ったじゃないですか。いや、行きますよ、ゆうたです、はい、ね、それね、はい、まずちょ特殊任務ちょっとマジで教えてあげてくださいよ、あれでしょ、店舗、まあまあ、
競合店、まあまあそういうことですね、はい、の内定調査視察みたいな感じですよね。そうですそうです、はい、内定っていうとねあんまあれですけど、もうどれぐらいお客さん入ってるのかなみたいなね、まあ、ちなみになぜそれを僕が任務を、僕に当たったか、はい、それはなんとなんでですか。一人身だからです。あ、独身の人間が生かされるっていう風に決まってるんですか。お前暇だから行っちゃえよ。ああ、休みの日家族サービスしなくてもいいやつがちょっとお前店行ってみてこいよみたいな、そんな決め方なんですか。そうです。あ、そうなんですか。え、でじゃあもう行ってまいりますと。いやもう枕濡らしましたよほんまに。二つ返事ではない。そんな寂しいことあるかと。はい、クリスマスだしね。そうっすよ、はい、もう泣けてきましたよ本当。でも行ったんでしょ。もちろんでも行ってきた。でも行ってきたと。そうです。なるほど、真面目なんで。なるほど、真面目ですね本当に。はい、真面目なのか何なのか。ちょっと今僕横目で見えたんですけど、まずいですよ、まずいですよ、これまずいですよ、これはまずいですよ、やばいですね、これはやばいですよ。あー、すごく睨まれてますね。めっちゃ怒られそうな感じです。めっちゃ怒ってます。あの、なんかあれですね、めっちゃ怒ってます。めっちゃ怒ってますね。おもんなさすぎて憤りを感じてます。出ました。申し訳ございません。出ました。後で私が土下座でやりたいだけじゃん。詫びさせていただきます。大和田土下座やりたいだけなんでしょ。本当に申し訳ございません。急設定にしたら土下座できるかなみたいな。ちょっとリアルすぎません。感じなわけでしょ本当に。いや本当に面白くない放送、はい、もうまさに放送事故。本当に申し訳ございません。いやー、やばいですね。見事ウェスカー登場ということで。はい、はい、あ、でも今回あれですよね、はい、ウェスカーさんが核変を当てないといけないんですよね。ウェスカーさんね、一応ね今回出るだけじゃ、まあミッションクリアにはならなくて、ウェスカーさん打っていただいて核変引かないとミッションクリアにならないというふうに決めたんですけど、はい、もうでもあと5分ぐらいしか打つ時間ないんで。あれ、はい、あ、とこ、ま、ちょっとまたね、ニコ生止まってるわ。ちょっと待ってくださいね。おっと、これでいけるかな。はい、すいません。ボタン回ってますよ。はい、すいません、動きました。どうですか。あ、ウェスカー出たところは動いてた。来たーって。そうですね、申し訳ないです。じゃあウェスカーさんすいません、もう一回登場やっていただいていいですか。登場もう一回、もう一回登場やれって。むちゃくちゃな、登場もう一回、むちゃくちゃな感じですけど、すいません、ちょっとねニコ生のトラブルで止まってたみたいで申し訳ないです。あ、すごい、来た来た来たってね。ウェスカー待望論やっぱすごいですね。僕ら何やったんですかねこれ。いやー、完全にカマセイヌです。面白くないカマセイヌです。ウェスカーのカマセイヌ状態ですね完全に。いやー、ウェスカー来たということでね、大人気ですね本当に。いやー、これは森口の、はい、まあ、放送の威信にかけて、はい、はい、面白くないままで終わってたまるかということで。そうそうです ね、もうちょっとでも沸かして帰らないと。なるほどね、登場シーン見れなかったぞということで、すいません、ニコ生のトラブルでちょっと止まったみたいで申し訳ない。松浦しっかりせえ。すいませんね本当にね、本当申し訳ないと思います。はい、じゃあ30分延長かとか言われてますけどね、延長すんの、もうどうすんのかな本当に。あ、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 なんですかこれ。サウダー来ましたよ。サウダー来ましたね。アナゴさん、アナゴさん、サウザーと見せかけてアナゴさんという、ね、いろんなもん混ぜてきますね、ほんまに、はい、ですね、顔開示と後頭部のハゲ、はい、ちょっと待ってください、頑張らんかい。後頭部ハゲってなんすか。あ、ごめんなさい、後頭部、あ、すいません、後頭部ハゲは痛いですね、はい、すいません、僕もほんまもう無理っすわこれ。ウェスカーさん、ちょっとこっち来ていただいていいですか。すいません、はい、こんな感じでね、お送りしていきたいと思いますんでね、えー、えー、はい、今週もね、ウェスカーさん、来ていただいて、ありがとうございます、本当に、東さんがしきりに後ろを気にし始めてますね、はい、後ろを立たれるとね、はい、やばいんで。そこでちょっとゴルゴの決め台詞言ってもらっていいですか。ゴルゴの俺の背後に立つな。あー、やばい、もう一気にキレが悪くなりました、ね、あー何ですかこれ、ウェスカーパワー。ウェスカー元気にしてたって言われてますよ。いやいや、おかげさまで、はい、おかげさまで、はい、あー、ギジさん来てもた、皆様に支えられて、はい、はい、今日も誰も見てないです。激しゅに、こっちみんなアスバの怯えた子供の目って言われてますけど、俺の背後に立つ。いや本当にね、ウェスカー登場した途端ね、あのね、ニート主任とね、川瀬さんのね、あの動きがね、めちゃくちゃぎこちなくなる。後のダメ出しがすごい。抱き枕副主任のこの顔がちょっと怪人に見えてしゃあないんですけど、怖いですね、本当怖いですね。あー、言うてますよ、もう、え、
リアクション取りづらいってことでしょ、あなたの喋りには絡みづらいよって、なるほどなるほど、相変わらず、はい、そういうことですね、はい、富岡どうだった、富岡って何ですか、豊岡、豊岡、あ、豊岡の話、はい、まれから一度も行けてませんし、え、豊岡行ってないんですか、豊岡の店長にも一切連絡は取っておりません、あ、そうなんですか、はい、やばい、豊岡はね、ぜひね、今でも豊岡店すごいいい調子で頑張ってくれてるみたいなんで、お、そうなんですか、はい、盛り上がってると、盛り上がってますいう感じですか、竹槍で UFO を落とすという今戦術を取ってるようでして相当相当無理ゲーであるということですね、はい、もう昔の日本のね、はい、あの 戦時中の日本を思い出させてますね、そんなあの無理な状況に追い込まれてるけど、非常によく頑張ってる、よく頑張ってるっていう、新しいのぶっこんできましたね、やばいやばい、これ当たっちゃったもしかしてマジで、当たっちゃった、当たりそう、あの全員集まりましたよ、1分前で当たりそう、これでも外した本物っすよ僕、いや、あれいやでも当たりそう、マジでベスカ適当かって言われてますけどベスカ登場シーン見れなかったから最初からお願いしました、申し訳ない、わかりました、ちょっともう一回、どうしましょうかね、あの下りから行きますか、ちょっとじゃあ手伝ってもらっていいですか、はい、カイジやりましょう、カイジ復讐、はい、カイジ行ってらっしゃい、何やる何やる、行ってらっしゃい、ちょっとも当たるかどうかだけ確認してからやってもらっていいですか、あもうそんなんええんちゃいますそんなんいいんですか、これはもういいんちゃいますミッション終わりますよ、ミッション結構かかって、あずますねるな大丈夫っす、ミッションかかって後頭部ハゲてるんで大丈夫、おいうわ金色や大丈夫や、まだちょっとしか、あやばいね、これはやばい、禁止ですね、禁止全員集合、これはやっちゃったな、めっちゃ見られてますよ、大丈夫ですか、ちょっと早くあの登場シーンをちょっとやって、はいおめでとう、はいおめでとう、はい、はい、終了です、はいどうぞ、はいどうぞ、はい、やりましょう、今からやりましょう、やるんですか、当たってないですよ、こっち当たってないですよ、当たってないですよ、当たってないですよ、じゃあベスカー登場シーンね、はい、お送りしていきたいと思いますので、ああこれちょっともう一人欲しいですね、どう、早押せや、もうなるちょっと行ってきますわ、はい。ちょっと待ってくださいね、はい、じゃあね、東主任がこうやって普通に打ってて、こんな感じですねはい、じゃあ、お、なんか来ましたね、カメラちょっと切り替えてみますか、押してはい、はい、さすな、何もまだ言ってないもう一回、もう一回です、おい、もうなんだこのグラム、はい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 、お前フェードアウトしそうでしたもん一回カメラ向こう、ちょっと何それフェードアウトしそうでしたもん何なんこれちょっと、はい、もう一回やるんですか、もう一回です、はいはい、もう一回やテイク2です、じゃあお願いします、はい、お願いします、いるこれ、痛い、みんなこれ、でかくなったな小僧、いたこれもういいでしょ、いるこれ、愛深き上に人は苦しまねばならない、フェスカ登場ということで、どうもー、はい、はい、こんな感じでした、こんな感じでないんだけどね、普通に出てきただけなんですね、はい、はい、そうですね、これでいいしっかりしろよ、テイクス、茶番サウザー様、パチパチパチって、すごいな、あったかいな、みんな、ほんと、ありがとうございます、パチパチパチとか言ってくれてるし、みんな、ほんと、これで視聴者の方、喜んでいただけましたか、これ、いやー、こんなので喜んでいただけるんだ、いや、もう、すごいな、いや、もう、自力で喜ばせようという気がないのか、ないね、それはないですよね、ほんまに、そんなことないですよ、それは完全にないですね、どうするんですか、延長すんの、まだやんの、終わりです、終わりでございます。じゃあ本日終了ということで、ほんまに皆さんいいんですか、はい、あと30分行こうぜって言ってる方もいらっしゃいますけどね、嘘でしょ、はい、嘘でしょ、どうするんですか、いやもし東主任どうします、ニード主任お任せします完全に思考停止してるじゃないですか、ちょっとウェスカー登場で、大丈夫ですか、しっかりせえ、大丈夫ですか、せっかくウェスカーさん出てきていただいたんで、はい、もうちょっとやってもいいかなとは思う、ウェスカーだけで30分しようぜって言われてますよ、ほら、って終わろうって言ったら、って言ってますけど、どうですか、ちょっとウェスカーさん、これ打ちます、
松方さん、これでもっぱつ確変引いたらミッションクリアちゃう。梅松じゃないよ。30分だけ延長しますか。じゃあカジキマグロ1本釣り上げますか。釣り上げましょうか。釣り上げますか。仕方ないな。あとで500円請求しますからね、本当にね。松方さん何言ってるの、はい、何がですか。松方さん、梅宮さん何言ってるんですか。大丈夫ですか。分かってますか。たっちゃん何言ってるか分かってますか。はい、じゃあ延長しましたんでね、はい、お願いしますね、みんなね、ベスカーファンの方。今日本当に人少ないんでね、197人しか来てない。今日はどういう影響でしょうか。まあなんか みんなあれじゃないですか、年末忙しいんじゃないですかね。まあ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 、忘年会等々、はい、ベスカー近況で楽しいことなかったのって言われてますよ。いや今日はね、はい、嬉しいことが一つございまして、やっぱりこの貴重な森口店が非常に優秀な稼働を叩き出すことができまして、今日ありがとうございます。それだけが今日の本当に自分の生きがいになっております。なるほど。いや、これもやっぱりお客様の多大なるご支持の、はい、かなと。いや、意味が全然わかんないですけど、意味が全然わかんないですけど、あのおかげかなとおっしゃってます。あ、そうなんです。いや、だからその分ちょっとこの来場者数が少ないのは、はい、ごっちギャップを感じますね。あ、なるほどね、はい、あ、たくさんお店にはお客様来ていただいて、ま、放送には全然来ていただけてない、まあ、ひょっとしたら朝から晩までご遊戯されて本当にお疲れで明日に備えられてるのかなと。あ、その可能性は十分ありますね、まあ、T シャツにもああいう風に書いてますけども、はい、ね、明日も絶対来てくださいということで、ね、ね、明日に備えられてるのかなと。なるほどね。いい今日めちゃ多かったからなってことで、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。来ていただいた、これも今日ね、放送準備の時に、まあ、10時ぐらいに来させていただいたんですけど、 そうですね、その時間でまだ相当な、10時でまだ60杯以上、はい、お客様いらっしゃいましたんで、はい、かなりいらっしゃったということで、ね、500名以上はまだいらっしゃった。多かったですね。カウンター前すごい並びになってましたね、今日ね、最後、はい、びっくりしましたけども、外野の方までですね歓声が一応映りながらやってもらっていいですか。非常にですね、はい、盛り上がってまいりますね。はい、ちょっとクオリティ上がってますね。ちょっと上手くなってるんですよ、はい、今日やばかったってことでね、いや、ありがとうございます。ありがとうございます。単発って本当さ、え、何ですか。ニートスに、え、何ですか。ニートスに継続率 80% の機会で見事単発ということで、はい、これも許容の範囲以内なんで、いや、素晴らしいですね、はい、素晴らしいですね。ミッション成功するかっていうギリギリ1分前で一発だけ当てて逃げるというね。そうですね、最高って分かってますね、ちゃんとね。クリスマスは皆さんどうされてたんでしょうか。あ、俺ですか。あ、そうだ、松浦さんどうしてたんですか。松浦さん、これ言わなくてもみんな知ってるでしょ。はい、知ってます毎日出てたん、なんかしょうもないトナカイとなんかやってましたもんね。しょうもないトナカイ、あんたんとこの社員だよ、あんたんとこの社員がしょうもないんですか。こんな笑い方なんですけど、あんたの部下だよ、本当に。最後の方ちょっとお怒りでいらっしゃったあれですか。え、何がですか。何がですか。ちょっとあのドロドロの、あー、ちょっとそういうのね、すぐ切れちゃうんですよね、はい、あいつ。あ、いや、まあいいんじゃないですか。青汁でしたね。あ、青汁ね、はい、一番青汁ね。いや、でもあの青汁僕やったら全部飲んでましたよ。けどね、お、フリですか今それ完全にフリですよね今のね、青汁持ってこいよっていう、ね、余裕っすよ、ああいうの。次絶対用意します。あ、わかりました、はい、必ず飲ませます。わかりました。なんか粉でいきます粉でいく。そしておいひーって言わせます。あ、そうですね、はい、リアクション取っていただくということでね、はい、はい、おいひーって言わせます最悪飲めなかった場合は僕がおいひーって言いながら飲みます。ですね、はい、拾ってください、お願いします。ちょっとカメラ大丈夫ですか。カメラ大丈夫ですか。カメラちょっとお願いしますね。カメラ止まってないですか今。大丈夫ですよ。大丈夫ですか、はい、空気は今しっかり後頭部映してますんで。ちょっと待ってくださいよ。空気が止まってるんで、はいはい、川瀬さんの周りの空気は止まってるけど、すごいガードですね。すごく距離を感じるんですけど、すごいガードですね、はい、森口今日はライダー良かったみたいやな。このガードは崩しません。いや、ライダーだけではございません。ライダー以外も、はい、もう全部の機械、はい、森口店全体が素晴らしい。いや、まあこれもね、お客様の指示があって盛り上がったものだと演出していただいたと。本当にすごいなっていう感じでしたけどね。はい、いや、まあ、あのお隣さんは 50% 行くか行かないかというぐらい。それ言っちゃいますか。だいぶしんどかったんちゃうかな。ああ、そうなんですか。もう全部持っていっちゃったよみたいな。ザマーという。ザマー、いやー、知らないですよ本当に。もうそこしか見えてませんので。本当にイタリアっぽい名前のお店から苦情来ても知らないですから、はい、はい、ね、大丈夫ですか本当に。インブですかね、はい、イングじゃないよ。イングじゃない、うん、はい、エンプラでもないですからね、はい、ですか。忘年会とかでどんなネタするのって言われてますけど。いや、もうそれもう、はい、
この前の放送でやっちゃいましたんで、はい、まあ、だいぶ良かったです。受けましたね。大和田受けたんですか。大和田がだいぶ受けました。大和田がだいぶ受けた、はい、ああそうなんですか。忘年会でもやるんですか。やりましたね。ああそうなんですか、はい、あもう終わったんですか。一応忘年会、一応、はい、会社の忘年会の方は無事終了いたしまして、はい、まあ、我々の部は一応2位ということで。えそれ忘年会の中でランなんか。そうそう8部署あって、はい、そのうちの2位と、はい、あなんか出し物合戦みたいな。まあ、今まで、まあ、災害争いというか低迷してた我々の部がですね、はい、まあ、ついにその上位に上り上げ、もう2位まで来たと。大和田土下座のおかげで。そうですね。それで私も部長の方から、はい、お前も取り柄あったんやなと、はい、いうふうにあのお褒めの言葉をいただきまして、大和田土下座を見て部長が、はい、あ取り柄があるんだなと、はいそうですか、やれることあったんやなっていう、ね、まあ喜んでいいのかどうか。相当ダメ、ダメリーマンっていう壮絶なダメリーマン扱されてる、ね、はい、今ちょっと忘れてませんでしたか、はい、ですか。ベニスオープンしたてやのにキコーナの方がエグかったっていう、はい、言われてますね。はい、何の話かは、何の話かは、まあ、何がエグいとはねよく分かんないですけど、ね、分かっちゃいましたけど、はい、ベスカって年越しは嫁のところに帰るのって言われてますよ。単身赴任中、まあ、本当に帰れることならばとは思ってますけども、はい、やはり愛車精神の方が強いのかなと、はい、期待、なんちって興奮、驚き松田さん、あのしっかり拾ってあげてもらっていいですか。なわなわなわ納得な納得、はいと言いたいところですけども、はい、泣き笑いなんですね。はい、いや今すいません、なんか大事なボケをなんか一人ぶっ潰すやつが一人いたような気がしたんですけど、あとこれ反省会ですねこれ、はい、ね、はい、マジレス泣き笑いでしょってポソってマジレスしたやつがいるんですけど、今必死に今ね頭の中でこうボケ考えたり泣き笑いじゃん、これ内部ですね、はい、飲めよって言われてます。またニートハゲたって言われてます。また頭大きくなったって言われてます。琥珀ですかって言われてますよ今。琥珀じゃないよ。琥珀、はい、白子と琥珀、はい、琥珀じゃないですよね、はい、今僕ちょっとあれなんですけどね、浅はかで申し訳ないんですけども、はい、ハンターハンターに今さらハマるっていう、はい、そうですね、事務所内でかなり見てます。松浦さん、ハンターハンターに今さらハマるってどういう意味ですか。今ちょっとハマってます。途中からハマってる。ウェスカーが、僕が、はいえすみません、トークが唐突すぎて全く分かんない。あごめんなさいちょっと今ついハンターハンターのことを急に思い出して、好きな漫画の話が始まったわけですか。そうなんですよ。あそうなんですか、はい、別に漫画を読んでるわけではないんですね、はい、あのアニメで、あアニメを見てる、走破してる ところですね。なるほどなるほど。110話まで今終わりまして。アニメってそんなありましたっけ。今あれですね、はい、何やったっけ、キメラント編です、ね、キメラントの王がちょっとおかしくなってきてるっていう、はい、あすみません、俺ごめんなさい、あのマジですると全く見たことなくて、わ全くついていけないんで、わコメント読んでいいですか。じゃあアメ、じゃあ全日プロレスの話しましょうかあそっちの方がまだ拾える感じ。全日と新日どちらが、はい、いや新日ですね、俺はストロングスタイルなんで。わからない、はいはい、エンペラの稼働率はって言われてますよ。エンペラ大体、はい、あの部屋何割ぐらい稼働する。今どちらの方ですか、豊岡もしくは森口、森口だいたい、まあ、平均しますと 30% から 40% は微妙微妙休まず稼働しているというところですよか。なるほど、ね、はい、そういったね お仕事の方も使われるということでね、30、40% ぐらいになっている、最後に期待してるからねって言われてますね。これあれですか、大和田ですか。ああ、いや、やるイベント何でもやります、はい、何でもやるということでね、ですから昇進待ったなしやなって言われてますよ。はい、昇進、調子で傷ついてる。違う違う、仕事で、はい、トレイあるっていう風に評価されたっていうことは、はい、もうほらもうポンポンポンとね、役員、あそう捉えて役員です。そんなプラス思考でいいんでしょうか。専務ね、何もないお前やけどよかったなっていう感覚やったんですけどね。あそれはあれさ、昇進フラグが立ったってこと。ああなるほど、はい、いいですね、本当にね、出向、怒ってください、ね、出向なんですか、怒ってくださいね本当ね、はい、離婚や帰ってこないんでしょって、エスカ嫁よりって言われました。あーなんかそうですね、はい、うん、本当に帰ってないんですか。全然なかなか帰れないですね。マジで帰ってないんですか。まあ、実家神戸、実家というか自宅は神戸なんですけども、はい、まあ言うでも近いようで遠い、遠いようで近い、まあ、まあそうですね、
嫁との距離感もそんなイメージですね。あ、ちょっとよくわかんないですけど、え、嫁かわいそう泣いてるわってパパ帰ってきてって言われてますよ。あ、ちょっとやばいですよ、心がちょっと本当に本当にちょっとうるうるルル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 、心揺さぶられてますルル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 、呼んでますよルルルルルルル、揺さぶられてるからね、揺さぶられてるから大丈夫。ハンターって今どこまで行ってるんやって、110110。総帥様のお名前はって、総帥様って誰？東さん、あれ、総帥の名前、総帥は名前は今のところございません。いや、あるよ、総帥は総帥じゃない、 B の、じゃあなんかドミニコ、なんかそんなんです。そっちですか。あ、そっちです。あのキメラントの王様の方。そう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 、あのデブのですよね、はい、うまいこと、うまいこと使われるだけ使われた。そう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 、出てけへんのかい。出てけへんのかい、もう微妙ということでね、はい、すいません、俺本当にちょっと助け舟なんでしたっけ、マジでわかんない。ウェスカーだけ映せばいいんじゃないって毎回言われますよね。いや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 、本当にそうするよ、本当にもう本当にあまりにも出さないからみんな。いやいや、ちょ、川瀬さん本当に変わってから全然当たってないんですけど大丈夫ですか。まだまだまだはあるでしょ。抱き枕パワーが来たとか言いながら全然、いや、袋詰めやから無理ですね。あ、袋詰めされてないと、もっと大きい、ちょっとちゃんとしたキャラモンじゃないと。お前の話はつまらん。もう今それやるぜっていう顔してましたよね、完全に。お前の話は集まらん。山の神様がくれた。ちょっとまたなんかクオリティ上がってるな。カイジの大和田見たいだな。3人並んで大和田ってありますよ。ああ、それありですね。最後の方なんか生まれたての小鹿みたいな。生まれたての小鹿みたいになってましたね。ちょっと理解されてない方が多かったんで。いや、エヴァでしょ。エヴァ初号機。エヴァはどういう意味やったんでしょうか。エヴァっぽかったこの動き。まあ、よく僕ロボットって言われますんで。ロボットだ、どこで言われる。あの C3PO、 あのスターウォーズ。CPO ね、ああぽいぽい、あれによく似てる。まあ、はい、お店店長時代にも、はい、あの C3PO の格好してよくうろうろしてましたけど。それは言われるわ。ですか、新しいモノマネないのって言われてました。例えばなんか、はい、オーダーしていただければ。リクエスト、ええ、あ、リクエストしていただければ、はい、オーダーしていただければ受注生産となってますね。はい、はいはい、何でもできると。何でもやります。使えねえな、抱き枕とか言われてますよ。ルパン、ルパン。うん、やりますよ。はい、いいですか。あれ、あれ始まってる。ルパン。惜しい。惜しい。はい、オーバー、ルパン。けど、それちゃうね、それルパンちゃうね。ちゃう。うん、ルパンちゃうね。ちゃうね。うん、ちゃうね。ちょっと上手いね、でもね、なんかね。ありがとうございます。はい。銭形ちゃん。それ銭形や。ルルーシュ、ルルーシュ、ルルルルルルルーシュ、違う違う、え、ルルルルルルルコードギアス、コードギアス、コードギアス、ルルルルルじゃない、国じゃない、国じゃない、え、国じゃない、呼べって言ってるわけじゃない。キツネをね、キッタキツネよ、俺ホタルのためだよ、呼んでんだ。ルルーシュ、ルルーシュ、ルルルルルルーシュ。僕ちょっとすみません、ちょっと分かりませんね、何で。適当やなと、はい、いいです、はい、いいです、はい、いやさすが持ってますね、ええ、はい、ええ、ね、ですか、やっぱり持ってきますね、持ってるし、はい、持ってきますね、はい、ね、はい、払いてって。あ、来ましたね、ヨン様。なんすか、なんすか。顔芸ですか。まさかの。ちょっと待って、ヨン様、ちょっと前まで意外とムキムキでした。今はムキムキじゃないですね。意外とムキムキでしたから、ね、ヨン様脱いだら。確かに。あ、そうなんですか。ちょっと路線変わってきてんちゃうかっていうね。、はい、あのおばちゃまからのそういうあれもありましたけど。なるほどね。はい、それヨン様感全くなかったんですけど、もうやめとけ、ひどすぎるって何やねんって、はい、そうそう、確かに古い、はい、ガンダムのモノマネ早うってやります。ガンダムとかできるんですか。プッシュープッシュー、優しいな、ウェスカー、本当にプッシュー。まあね、そうなるよね、はい、できないんだからそうなるしかない、はいはい、ガンダムって何喋ったっけ。喋、はい、ね、らない、喋らない、ね、ロボイね、なんで稼働する時のプッシュー、そうするしかないよね、はい、ひどーって言われます、はいはい、ギレンとかターミネーターとかやってんね、はい、もうね、はい、もうそっとしといてあげて、はい、すみません、できないんだよ、はい、
その回ね、自分の持ってるネタで、ね、どん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 やってくるんで、ね、指揮書ちょっと吹いたってあれで吹くの？あれで吹くの？いやもうありがとうございます。すごいね、あれでちょっと吹いたってことでね、ありがとうございます。優しいですね、多分ガンダムのモノマネしてプッシュープッシュもう映ってないですからね、ほとんどやってるんですけど多分これほんまにうちのマネージャーしかしないですよ全然映ってないけど、しっかり手をピーンってね、こうやってピーンってやってる全然映ってない、はい、浮いてる感じめっちゃ出てる、全然映ってない、はい、完全に無駄な努力、ミートなんかやってって言われてますよ。あ、できるんですか、お願いします。フリー僕そんなあれないですよ、ほんまに。ロッキーやって、ロッキーロッキーですか、ロッキー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 できるんですか、ロッキーのモノマネですか、はい、ロッキーのモノマネ、ロッキー、僕じゃないロッキーですよね、はい、あれロッキーできないんですか、はい、ロッキーでしょ、あれできないんですかって横でさらっと言うってことは、抱き枕の母さんやれんのか、どうよ、言われた言われた。ちょっと待って、本当にね、あの映ってないからみんなそんな必死にやられたもん、本当に。あ、映ってない、はい、ね、エイドリアン、ちょっとひどくないですか、エイドリアンはやめとけって言われて、エイドリアンに、いやもうそれだけはやったあかん、ベタベタすぎる、それそう今やろう思ったところでしたからね、うわよかった、ヤズマアルミ助けられてる、助けられましたね、よかったよかった何なんですかこれ、なんか他どんどんリクエストください、大事故起こしただけみたいな、何でもやります、コマンドのモノマネとかできそうだな、コマンドコマンドコマンドシルベスタースタロン、あ、違うわ、コマンドはアーノルド・シュワネツェネッカー、シュワちゃんの方で、はい、コマンド、あ、ちょっとタミネタっぽいよね、メガネかけて、なちょっと待ってね、何かやってんだけどね、横にいる俺でも全く伝わってないっていうねどういう状況なの、 I be back コマンドーですコマンド言うてるだけですよ分からへんもん、無理やりそれはせこいっすよ、無理やり言ってる、 I be back ってバイオハザード違う I'll be back ってターミネーターです、はいはいはいコマンドって何やねん、はい、ってブルースリー、むしろコマンドって何やねん、森口博子のモノマネできたらすごいですよね、キックベースボールですよね、え、何ですかそれ、ですかそれすいません、ね、森口博子夢がモリモリ知らないですか、あ、え、僕ら一緒でしょ世代、まあまあ、え、キックベースボール、森脇健児と若かりし頃のスマップですよ、そうなんでしたっけ、ほんでキックベースで、はい、わかんねえ、知らないっすか、いや全然わかんないですね、いやちょっとショックですね、まあ、この二人は若いんで、わからないのはなんとなくわかるんですけど、はい、あなたはわかれよわかんないっすよ夢がもりもり、あ、見てた記憶あるかな、ないかな、あるでしょみたいな、土曜日ですよ、夜ね、夜11時ぐらいです、そう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 、大好きの後夢がもりもりってやつですよそういうことでね、はい、申し訳ないですね、ブルースリー、ドラえもん、どうしたですか、操り人形のモノマネやって、コマネチじゃねえか、セクシーコマンドでセクシーコマンド、はい、マサルさんじゃないですか、できるんですか、ちょっと待ってください、ちょっと自分の持ちネタ、マサルさんっていう名前は、はい、私も同じなんです、そうですね、私もマサルです、はい、そうなんですか、よく高校時代いじられました、はい、あ、そうなんですか、はい、あ、ちょっと待ってくださいね、はい、はい、しれっと当たってますけど、バレました、はい、モンテスキュー当たりましたということで、モンテスキュー、ちょっとウェスカさんの邪魔しないようにしれっと当たったんです、わかめ高校わかめ高校と、あのマサルさんの家は布をかぶってますからね、はい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 、あれいすいません、ちょっと本当に見てない、いや川瀬さん当たったなと思ってます、あ、はい、どっちの映像映ってこない、はい、はい、おめでとう、はい、おめでとうございます、でセクシーコマンドについて語りましょう、セクシーコマンドについて語りましょう、辛い、当てたのに辛い、ボスケテですよ、ボスケテ、ボス助けてよ、あ、はいはい、言えてないっていう、ボスケテっていう、4文字しか打ち上げれない、そうロボピッチャー、ロボピッチャー、セガのロボピッチャー、セガのロボピッチャー、一回ありました、ありました、ありました、あの弁当箱開けたら、あの卵とふりかけっていうゆで卵1個とふりかけで、そうですね、塩あとたくあん丸ごと1本とかありましたからね、スネークはガトーできそう、スネークって誰、ガトーって誰、え、
分かんないということでね、はい、分かるスネークはメタル、メタルギアじゃないんですか。あ、メタルギアソリッドのスネーク、メタルギアソリッド。バイオハザードです。そんなん言わないゲームが全部その発音やと思わないでください。富田のうるさいマネージャーかなって言われてますね。その通りです。分かった分かった、ふと俺が悪かったってことね。ハードゲーのモノマネやってって言われてます。ブーちょっと似てるしね、ハードゲー。言われないですか、住谷に似てる、似てるって。いいよ。あ、言われない、はい、言われない、乗ってくれない、優しくないな、はい、え、松浦帰りてって、本当にそうだよ、よくメガネうるさいって、分からねえよって、同じじゃねえか全部って、バレてますよ本当に。はいはい、じゃないよ、はい、全部同じだよって言われてる。あー、 もっとリクエストください。まだやるんですか。やりきます、やりきます、まだやるんですか、はい、もういいんじゃないですか、もうなんかリクエストが来れば全部答えると。答えます、はい、ことごとく答えます。全部ことごとくブッシュー。同じ、全部同じネタで答えるということでね。それせこいっすわ。わかんない、はい、シャラポワ、シャラポワ、はい、ハウチッチコミワウ。全然シャラポワじゃない、乳首パオって言ってる 変態外人になった。だもうちょっとレーザーラモンの続きみたいな感じだね。富田マネージャーの音量下げといて耳に響くって、はい、またや、はい、また来た、はい、また来た、下げとこ、下げとこ、はい、また来た、はい、これサイトの時の流れと一緒や、はい、ガンダム、ザク、ザク、ガンダムがプッシューだったらザクザクザクはザク言ってるじゃん、完全に、完全にせこい、ザクって言ってんじゃん自分で。ザク、そう、ショーザタだろ、シャラポワって言うて、完全にその通り、チッチッコミ、完全にそうだろ、ラブ、ラブサーティラブサーティわかんない、ラブサーティ、テニスわかんない、ただ点数言っただけですからね、今のなんかそれっぽいっす、ほんまに。そしてさりげなく当ててるんでね、川瀬さんちゃんと当たってますからね。はいはい、もうなんか薄れてきてません、はい、こっち、はい、完全に薄れてますね、はい、おめでとう。あー、なんか変な気もして、時速300キロでカーブを曲がるモナリザ。え、モナリザ。時速300キロでカーブを曲がるモナリザ。なんだこれ、なんだこれ、いや、大変だぞ、無茶ぶりしか来ないです、やばいですね。まだやる、もう一回、もう一回、モナリザ。あかん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 、いやいやいや、まあまあそんな感じなんじゃないですかね。はい、トムにはマネージャーに会ったら真っ先に苦情入れたいねって、はい、なんて本人に言うってことですか、はい、これ、はいはい、お願いします、はい、海物語のサム、I'll be back。 サムじゃないそれ、 I'll be back。 それ手話、それ手話、サムじゃないか、手話、手話、あれあれじゃない。ああ、墜落するザク、え、墜落する ザク、衰弱するザク、いや、墜落、あ、墜落する、ああ墜落するザク。ザクって最後言うだけだろ、ね、結局ザクザク。300キロで落ちるザクですよ、はい、はい。モナリザっていうかザクっていうか違いしかないみたいな。すいません、さっき見たぞ、すいません、さっき明らかに作り笑いの松浦が一番ウケる、あ、もう本当に、いやもうレベルが高い要求ですね、これ相当バレてる、やばい、さっき見たぞ、墜落するウェスカーだと思って今のが墜落するウェスカーらしいですよ、はい、俺のせいじゃないですからね、はい、全部この人のせいですからね、はい、いっぱいやるよって言うから、ほらいっぱい行きました、またちょっと止まったし、はい、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね、はい、ちょっとザクシリーズ一回止まるな、ノープラン、いやあかんか、はい、それは小出しにしていかなあかん、持たん、連呼したらあかんよ、いやもう僕の中ではザクシリーズ鉄板っすわ、ほんまはい、またね、復活しますね、はい、申し訳ないです、OK ということでね、はい、はい、初めて滑ったってね、いや、初めてじゃないよね、毎回大体滑ってるね、えぇ、はい、大体滑ってるよ、はい、あと、一応、あとじゃあ2分ぐらいでね、シダー時間と、あのウェスカーネタ時間終了なんで、お願いしますね、はい、本当にね、はい、はい、もう2年に移さなくていいですか、もうリクエストございませんか、移ってないんでいいですよね、リクエストございませんか、園芸大会みたいになってるよ、本当に、これ、何なんだ、これ、はい、ニートにエルボーを打つザク、あー、はい、はい、はい、映りますかね、ちょっと待ってくださいね、はい、ちょっと待ってくださいね、はい、お願いします、松浦さん、マ
イクが切れてしまいました。ちょっと待ってください。ザクはい、ニートにエルボーを打つザク。これ、はい、ザクなんでエルボーできないです、はい、伸びてるんで。ああそうなんですか。ザク森進一はよって普通に誰もそれには触れずに普通におふくろさんコメント入れてますけど、おふくろさん何だこれ。聞こえますか。聞こえないです。聞こえない。森進一です。ちょっと違いましたか。おふくろさん一回外した方がいいですか。どっちかというとなんかコロッケみたいな感じ。何をやってるんですか。ちょっと待ってくださいね。はい、若干トラブっております。はい、どうぞお願いします。外れてしまいました。はい、なんかもういっぱい来ましたね。どうぞ。あ、お願いします。どうぞ読み上げてください。読み上げていいんですか。どうぞ。森進一は言いました。あ、マネージャーお帰りください。中山筋肉筋肉マン筋肉マン近代一少年すごくポージングの早いサム。はい、華麗なサムじゃない。カメラ切れちゃったじゃん、ちょっと本当に。はい、ちょっともう急に動くからカメラ落ちたじゃん。はい、サム。サムバイオハザード。サムやばい、どうしようかな。ちょっと待ってね。ほっ、弾よし。おうおうおう、大丈夫ですか。ちょっと待ってくださいね。カメラ行ったって、すいません本当ね、ザックとサムの会話とかやってますけど、マネージャー来ると事故るとか機材が壊れるような、どうにかしてよこの人って。本当にその通りなんですけどね、はいはい、毎回なんか事故が発生するんですけどね、はい、大丈夫ですかね。はい、もう事故はね、放送事故だけにしてもらいたいですよ。いや本当にその通りなんですよ、はい、こっちとしてもこっちとしてもまさに本当にその通りなんですけど、ウェスカーが来ると、お、来ましたね。完全に毎回事故るというね、状況になってます。復帰しました。はい。ちょっと、あ、もう、ジョート、一応時間なんで、じゃあ終了していただいていいですか。ありがとうございました。はい。うん。お疲れ様でした。お疲れ様でした。この番組はつまらん。すいませんね、本当にね、つまらん番組でね、申し訳ないです。この放送はつ、はい、つまらん。松浦、木曜と土曜は給料2倍もらった方がいいと、本当にそうですね。本当にそうだ、おめえのせいだって言われますからね。はい、じゃあちょっとこっち、ようこさん、こちらお願いします。メシはまだかね。はい、まだです。あれ、はい、さっき食べたでしょ的な、誰か言えやさっき食べたでしょ的な的なさあ、どれでしょうか言われてますね言われてますね、はい、タイムということで、おめえのせいだって、マネージャーの音量オフで OK って言われてますね。本当に何やこれって言われてますけどね。あ、まあね、何なんですかね、気にしないでください。はい、和骨年末の延長営業打ち切って帰宅5万負けてきたって、京都の方なんですかね。ありがとうございます。わざわざ京都から、はい、来ていただいてね、はい、ありがとうございます。だんだん好きになってくるのがムカつくって言われてます。ありがとうございますありがとうございます。ちなみに誰のことですか。いや、ニート主任のことなんじゃないですかね、わかんないですけどね。ニート主任のこの格好見てくださいよ、もう、はい、いや今から山登るんかいうねチェックのね、シャツね。そうそう、寝るシャツがもう、はい、ニートですよね、まさに。可愛らしいね、ニートです。可愛らしい感じで、はいはい、お送りしております。さあ、ちょっと感想とかもういらない。ルパンの感想を聞いたり、特にいらない。まあ一言で言えば、はい、申し訳ございませんですかね。まあね、空気読めてない感じで ね、 そうですね、はい、いらんって言われてるね。じゃあもうなしでじゃあいつも最後のね、いつもっていうか1週間ぶりのあれいきますか。みんな大和田町なんですかね、これ。解散って言われてますけど、待ってるんですか。待ってるんですか。土下座して終わろうかって言われてんで、エヴァじゃないわ、生まれたての小鹿生まれたての小鹿土下座。ちょっと振りだけください。3人でやるんですか今日は。はい、いや1人でやります。あ、1人でやるんですか。美味しいとこ持ってかせないと。3人でやるとやっぱ多分、はい、ボケちゃうんで。ああ滑るということでね、1人でやれますか。1人でいや無理ですね。あ、わかりましたまあそれは無理だよね、あれはね、はい、どう考えてもね、はいはい、僕はあれ前と同じようにやれー、大和田でいいですか。はいもういいんですか。もうやりますか。あと何分ぐらい残ってるんですか。あと一応まだ6分ありますか。じゃあもうちょっと喋ろう。尺ギリギリまで。もうちょっと喋ろう。あとモノマネのリクエストはもう大丈夫でしょうか。消化して
紹介しましたでしょうか。そうですね、いいんじゃないですかね。カイジあれとかいうコメントはありますけどね。土下座カイジですか。はい、カイジさんなんかできるんですか、モノマネ。いやもうやってますけどね、はい、もうやってます。顔あ実写版カイジもうやってますよ。モノマネ存在自体がモノマネ。こんなのこうすなふざけんなって言わない。ああ似てます似てます。あーすごい。あーあーいい。あーっていう、ほらこういう空気になるじゃないですか。もうそれが怖くてできないんですよ僕は。まあなりますよ。やったらやったで。いいんです、はい、いいんです、はい、いいんで非常にいいです。いいんですよ。3人で組体操やっていいよって言われて、はい滑ったって言われてますですか、責任取ろうかって言われてますよね。組体操、はい、組体操ね。ちょっと待ってね。ちょっと待ってください。怖いですか。ごめんごめんごめん、はい、大丈夫ですか。いいですか、はい、はい、組体操、はい、ほとんど映ってないというね。ザークありがとうございます。大喜大喜ちょっと持ちネタ作りすぎじゃないですか。パチパチパチって一応優しいねみんな。ね、本当ね、本当に何でもやればいいってもんじゃねえぞって言われてるんで本当にその通りです。ちょっと何やねんそれ。ウェスカーちょっと、ウェスカーウェスカーちょっと来年1月からのキコーナチャンネルの宣伝してくださいよ。ちょっとどうなってるんですか。それは、はい、ニーズがあるんですか。いやえニーズないんですか。いやあのいやお客様からリクエストがあったんですか。それならば答えれますが。いやリクエストないですけどあと4分ぐらいなんです。やっといただやっといていただけるかなと思います。そうですね、はい。いわゆる業務連絡ってやつですね。はい、はい、今年の放送は、はい、今週金曜日をもちまして、はい、一旦、あダメですね。真面目なこと喋らせると全然面白くないですね本当にね。何もごもご言ってるんですか。大丈夫ですか。まだまだ早い、まだ早い、まだ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 あと4分4分はい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 、お願いします。大丈夫ですか。じゃあ僕が喋るのもなんなんで、はい、お願いします。あ僕がですか。はいはい、2と4に分かるんですか。分かりますか。スケジュール把握しますか。告知くらいしろよって言われてる。つまんねえって言われてる。まあ年明けまして、はい、1月6日月曜日から、はい、キッチョの、キッチョのおかみみたいな。それはおもろい。今でよかった、今でよかった。今そのツッコミ待ってました。記者会見みたいになってくる。月曜日から、はい、月曜日は、はい、梅北店と謝罪中じゃない豊中南スロット館、スロット館こちらのテレコローテーション、 こちらのテレコでローテーションで、テレコってなんですか、ローテーションで火曜日が、火曜日がまどろっこしいでも普通にやってもらってもいいですか。火曜日どこでしたっけ。火曜日は火曜日どこでしたっけ。ちょっと今ド忘れしました。大東ですよ、はい、大東。火曜日は変わらず大東です、はい、大東ですよ。で水曜日が曜日、はい、東大阪、もともと月曜日でした東大阪店が水曜日に移動、はい、でもともとの水曜日の鶴見店、はい、こちらと、合体いたしまして、コラボレーションということでね、ホームアンダーウェイ形式で、はい、放送いたします。はい、で木曜日、木曜日は、はい、森口、ここここのままです。森口店、はいはいはい、このままね放送継続ということで、はいはい、で金曜日は、金曜日が、はい、変わらず、はい、面白くないサイト店で面白くないサイト店でね、はいはい、で土曜日が、はい、新企画といたしまして、はい、キコーナ吹田店と、はい、キコーナ神津島、はい、こちらも、ホームアンダーウェイ形式での、はい、放送となるかなと。なるほど、予定しております。新たにね、今月も、月金でやってるんですけども、1月の6日から、月堂で、はい、パワーアップして、はい、キコーナチャンネル、まあ、年内にもあのテスト放送が、はい、その吹田、はい、大津島、はい、梅北、はい、豊中南スロット館、はい、のテスト放送が、はい、ゲリラ的に行われるんでしょうか。はい、行います。ので、そちらもまた、ね、はい、拙い放送になっているかと思いますけども、はい、ご確認いただければと、はい、ぜひね、思うわけで、はい、先物ね、多分ね、店長とかすっげえ緊張してると思うんですけどもね、ぜひね、ガチガチです、ね、はい、いじりに来ていただければなというふうに思いますね。くっさい汗かいてますよ、はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ土下座土下座ってウェスカーチャンネルがって言われてるんですけどね、ウェスカーチャンネルは一応予定と、もう本当にリクエストがあるようであれば、はい、日曜日にも検討を本当にやるんですか。枠取る気ですか。取れたらなとそれ誰がやるんですか。
いや僕が一人で、いや松浦さんと二人で、なんで聞いてないよそんなのトーク番組、ワインとチーズ、やだよ絶対やだよ、休みないじゃん俺死んでもやだよ、保身ですからね、え、そうですね、保身、もう売上げ営業成績上げようと思う気がないのか、はい、ないよ休みたいよそんなのいらないよもう本当にですってエスカーと番組するとかしんもうどんだけ大変そうだか想像するだけでゾッとするよそんな本当にもう松浦ボロボロって言われてるダメですよ手出しちゃダメですよ日曜楽しみ暑いって言われてるよえそうなの本当見たいほんまにそうならば一回でもやりたいなとはい思います、はい、じゃあ一人でねやっていただければということでねお願いいたしますはいじゃ あやばい時間がないあいけるわ大丈夫延長なってるわ勝手になんでえんこれ延長なってるのかな、まあ、わかんないですじゃあ土下座最後やっていただくということ で今盛り上がってるんですか、すいません、よくわかんないですけど延長できませんってなったなコメントは盛り上がってるんですか やってみようぜって言われてるんでじゃあ土下座やっていただいてもよろしいですかいいんですかやって、はい、あと30秒しかないんですけどやれ大技でいきましょうかじゃあウェスカーの恒例の土下座大和田常務のモノマネで土下座お願いいたしますやるー大和田ちょっともうちょっと元気よく本気でもうちょっと本気で、うん、14秒しかないですもんやるー大和田もうちょっとまだちょっと足りないもうちょっと元気よく5、4、3、2はい、ということでまた来週ありがとうございますあ延長なった あ延長なったなんで延長なったええ延長なってるなってるね放送事故ですかどうなってるんですかねこれ分かんないけど延長になってるのかってもう全然どういう仕組みなのかよく分かんないジャロニーご相談くださいグダグダ延長なってる延長してたよさっきマジで藤岡弘です、はい、じゃあ延長なってたということでねジャロニーご相談くださいじゃあ私はジャロル広告者による広告者のための本当にねもうそのネタはどうでもいいんですけど藤岡弘ですグダグダで本当に申し訳ないですね放送事故って完全に放送事故じゃあどうして土下座やるんですかはい土下座いいですかもう終わりますか普通にいややりたいやりたいんですかいや どうなんですか盛り上がってますかね松浦まだここにいたのかって言われてますウェスカー自由だって言われて何言ってんのって言われてますけど土下座はよしようぜとは言われてますね、はいはい、やるんですか、はい、やるんですか、はい、やる、はい、ということで、ね、じゃあ大和田常務のモノマネで土下座ねお願いいたしますやれ大和田でちょっと小さめに言ってほんでそこで頭取がやめておけって言ってください、はい、これは私と大和田のけじめなんですって言ってくださいねちょっとなんで再現しようとしてるんですかそこまでいりますはい行きましょう、はい、もう行きましょう尺があるんではいやれー大和田ーやめておけこれは大和田と私のけじめです。はい、今エヴァンゲリオンのモノマネをしていただいております。暴走する直前のエヴァンゲリオンのモノマネを皆さんに見ていただいて。シカーって言われて生まれたての小鹿鳴き声のモノマネを皆さんに今見ていただいているということで、ね、上司なんですごい心痛いんですよウミガメって言われてるけどねまあまあそんな感じですよ ね, そうですね、はい、野生の、ね、映像をね皆さん産卵シーンということでね見ていただいているということでね、はい、泣いてますか大丈夫ですかパチ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 って優しいね拍手がねイヤホンがないありますあります生まれました見事にねポコポコポコって今生まれましたんでねはい、というわけでね、キコナチャンネル木曜森口店、パチンコミッション暴走爆走ルート69ということで本日はお送りしたんですけども松浦さん松浦切れそうもう切ってあげてってえいやいや切れそうっていうかねあのねうーん何なんですかねまあまあでも俺は知らないよ
あのウェスカーと視聴者がやれって言って結果こうなったって話なんでね。どうするんこの装置みたいになってるやん。ちょっと土下座が激しすぎて。そうですね、完全にやばい空気になってますけどね。これは満足だって土下座ファンがね満足って言ってるんでいいんじゃないですかね。はい、土下座なんてねパフォーマンスなんですから。えっ、誰もできるんですよ半沢くん。これダメだ、誰か突っ込まないとダメなんだけど、俺できないのかね。な、聞いて、人の話は全く聞いてないし、誰かが突っ込まないとダメなんだ。やれるもんならやってみろ。誰も突っ込めないと、ね、やれるレパートリー全部やりましたよ。年末に凄まじい事故を見たってね、はい、忘れてくださいね。上司の失敗は部下の失敗、はい、完全に忘れてくださいということでね。はい、よし、無言で締めようね。それもいいかもしれないですね、何も誰も触れずに。店長はどこ行ったの、大丈夫。店長は裏で見てるとは思うんですけど。あ、見てるんですか。風邪ひいてるからちょっともうやばいみたいな、ね、体調が優れないみたいな、はい、はい、どうもマジレス本当にありがとうございます。はい、大枕母さんね、本当マジレス大好きということでね、ありがとうございます。入っていただいていいですか、真ん中。あ、ごめんなさい。はい、はい、というわけでね、今週こんな感じでお送りさせていただきました、キコナチャンネル木曜森口店パチンコミッション爆走ルート69、CR ルパン三世消されたルパンリベンジ編ということで、ウェスカーまた明日ねって言われてますね。はい。はい、お待ちしております。貴重な森口店でお待ちしております。はい、明日ウェスカーさん森口店いるんですか。います。あ、いる。最近ずっといます。あ、そうなんですか。はい、森口店に。じゃあウェスカー店内で見れる。今日もメールでは送らせていただきまして、はい、私のそのしがない顔をアップで、はい、メールにて送らせていただいております。マジですか。会員様募集中でございます。メール会員様募集中でございます。す、最後にどうぞこちらに登録方法が。あ、まだ出ないです。面白かったオッズって言われてます。出てるんですけど ね、 出てるんですか。はい、51ドット出てます。キーワールドドット JP ね。はい、はい、シャラポは、シャラポは関係ないから。シャラポはじゃあ、行く行く、絶対行く、握手してくれるって言われてます。本当に。じゃあ、本当に店内いるんですか、マジで。今日もちょっとうろうろはしてました。マジですか。はい、言われないんですか、ウェスカウェスカって言って。遠巻きに声かけてくださるようでして、はい、今日もスタッフから何名か、はいはい、戻ってきたみたいな感じで言われてますよって。直接あんまり声かけられにくい。前の店長が戻ってきたなみたいな感じでね、うん、言われるってことでね、うん、ぜひね、子供ですか、うざい、うざい、ほんとうざいわ、ぜひね、ウェスカ昨日見ましたってね言っていただければ、エスカ泣いて喜んでね、シャラポワのモノマネしてくれると思いますんで。そうですね、はい、ぜひね、明日いるということなんで。まあちょっとですね、はい、私と店長の、はい、ビックリマンシールキャラクターの、私と店長のキャラクターを入ってるビックリマンシールみたいなのがあるんですか。ちょっと作成中ですので、はい、もし貴重なチャンネルを見たと言っていただければ、はい、まあ差し上げたいかなと。マジですか、はい、ウエスカのオリジナルシール、まあビックリマンシールですね。ビックリマン的な絵になってるんですか。本当にそうです。へえ、そういうものを今ちょっと作成してまして。ロッテから怒られたりしないですか。僕ら ロッチなんで。ああ、懐かしいですね。懐かしいですよね。懐かしいのロッチでね。ねえ、ロッチ系で。分かんねえ。いくということで、はい、いいから締めろよもう。ヘッドロゴコ、ヘッドロゴコプレミアつくって言われてますよ。ヘッドロゴコなんか今巷では1枚7万円とかするらしいですよ。マジですか。はい、そうなんですか。昔はこれぐらい僕も持ってたんで、はい、あ、落ちのないトークということでね。ない、はい、ない、はい、マジかよ、車に貼るからくれよって言われてますよ。あ、それは嬉しいな。そうですね、本当にもらえるんですか。いや、今作っておりますので、はい、今急ぎでやっております。なるほど、はい、わかりました。ぜひ出来次第、はい、放送でちょっとまずお見せしてから、はい、かなと。配っていただけるということで、はい、わかりました。ぜひね、じゃあその辺の話も聞いて、明日ね、ウェスカー店内にいるということで、キコの森口店遊びに来ていただければなというふうに思いますので。遊んでみるなら遊んでみな。逆に危ないですか。 誰それ、わかんないです。郵送でくださいって言われてるね。じゃあ、ぜひ来ていただければなというふうに思います。本当にもうこれで締めていい、宅配サービスしてくださいって言われてる。いや、出来次第ちょっと皆さんに出来栄えを見ていただいてから。なるほど、評価していただければ。なるほど、わかります。もらう価値があるのか、はい、ない可能性もあるという。ない可能性もある。あ、なるほど。ない可能性もある。なるほど。マジでいるのって言われてますよ。怖くていけんわって言われて。マジでいるんですか。はい。あ、これはマジでということで。そうですね。ああ、
まあじゃあ本当に近くの方はねぜひねウェスカー眺める感じでね。そうですね、はい、まあ遠巻きに避難していただければ。うわ本当にいるわあいつみたいな、ね、いいかなと。はい、チラ見していただければなという。あのガンダムの真似してやあの歩いてますんで。ガンダムプッシュープッシュって言いながら言いながら歩いているということでね、はい、明日カウンター前で踊っといてよって言われてるんで、じゃあねカウンター前でガンダム何を踊ったらいいんですか。ザクとかやっとけばいいんじゃないですか。300キロザクとかザクとか言いながらね。ザク変わってませんか。ザーしか聞く。ザー早すぎて本当自由だな、本当にすごいな。行くわって言われてるよ、でもすごい。あすごいな、行くんだこれで。あざーす。ひどい畜生、受ける自分に腹立つ。受けてるんでね、はい、ありがとうございます。ということでね、ぜひね遊びに来ていただければなと。蒲田店には来ないのって言われてますよ。ザックどっちなんですか。あ、蒲田。はい、そのうち行く。いや、またあの関東の出店の方も控えておりますので、はい、その頃には私も、はい、応援っていうのか邪魔しに行くのというのか、はい、行きます。関東の新しいお店ができればそこに遊びにオベスカ出撃する可能性もあるということで。イエス、そうなんですか。イエス、すごい。じゃあねぜひ関東の方も期待して待っていていただければなというふうにね思いますので。ザクを待っていただいてるんです。なんか僕のキャラクターを待っていただいてる。何でもいいんじゃないですか別にそこは。、はいはい、そこ気になるとこですか。はいはい、松浦マジで毎回罰ゲーム落ちって言われて本当だよ。もうなんで俺こんな役そんな役割なんだろうって感じ。テンションおかしいよって言われてるね。はい、じゃあ締めますよもんって。そういうことでね、年内一応今回はですね、今日で最後ということで森口、はい、木曜日の放送はまた明日最後金曜日ありますけどね。 I'll be back、 明日来そうで怖いな本当にね。 I'll be back、 ぜひまた来年も、キコナチャンネルパワーアップして送りますんで、ぜひね、見ていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします、はい、それでは、キコナチャンネル木曜森口店パチンコミッション爆走ルート69、今回はいい目見ろよ。店長ね、いなくなっちゃったんですけどね、こんな感じでお送りさせていただきました。いい目見ろよ。また来年お会いしたいと思います。良いお年をお迎えください。それではまた来年お会いしましょう。さよなら。さよなら。明日もお待ちしております。明日も絶対行く。待ってます。そう、この感じいいね。